ここに書いてますように、今日はシンポジウムはですね、遺伝子編集とドーピングという問題について、3人、私と、それから高山先生、それから伏木先生に、話題提供していただいて、それから議論ができればと思います。で、これは要するに医学と法学というものがちょうどこう、今一緒になってこう議論してる、まさに最中のところだと思いますし、ところが一方で医学の方もどんどん進んでいってしまう。だからある意味では僕自身は今医学出身なんで、皆さんに分かりやすいように今の問題なんかを話はしたいと思いますけども、最初にですね、やはり実際に高山先生は、いろんな倫理委員会の現場で、ご苦労されていますので、その内容なんかもお話ししていただいた上で、私と伏木先生が医学の立場で話をして皆さんに議論をお願いするということにします。で、今日ここカメラありますように、全部、録画をしてですね、でフンボルト財団の、ごめんなさい、フンボルト会の、関西と、それから、全体の、サイトにアップする予定にしています。で、ですから活発なですね、議論をお願いしたいのと同時に、なるべくクリアにお話を、質問も含めてしていただくということでお願いしたいと思います。では最初はまず高山先生の方で、この辺に座っていただいて、どこに座っていただけますか？そこでね。はい。じゃあ真ん中に話題提供されるときには、もう真ん中に座っていただいて、お願いしたいと思います。で、まず実際に現場でいろいろご苦労されている高山先生の方から、お話をいただいて、でそれに対して、コメントなり、それからそれぞれの意見を、重ねていこうと。じゃあ高山先生、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。京都大学の高山でございます。私は専門は刑事法学でございまして、ドイツで勉強してたんですけれども、比較法を研究しているという関係で、政府の関係のお仕事もいくつかさせていただいています。で、文部科学省の方では、今、西川先生からご言及がありました通り、生命倫理に関わる審議会、科学技術学術審議会の、特にその、人肺に関係する特定肺の、専門の委員会のところで委員をやっております。で、それとは別に同じく文部科学省の方の関係なんですが、スポーツ振興のお仕事として、オリンピック招致のために、ドーピング対策の、仕事もさせていただいていまして、こちらはその、比較法の観点から、諸外国でどのような制度が取られているのかということを研究して、で、日本はどのように準備をするかということを担当していたものでございます。その特定杯の方の委員は今もやってるんですけれども、そのドーピング対策の方は2008年度から仕事を始めまして、で、2012年度にドーピングに対する法的制裁制度に関する調査研究ワーキンググループというものが文部科学省の委託研究で設置されまして、そこのそのワーキンググループ座長を務めました。で、2000年度末に報告書をまとめて、2013年に、実際にこれはブエノスアイレスで、オリンピックの招致ができたということで、あります。で、本日のテーマは遺伝子編集とドーピングの背景にある人間改造に対する倫理問題ということなのです。人間改造をそもそもやっていいのかということ。もしやっていいとすれば、どの範囲でやっていいのかっていうのが、この遺伝子編集やドーピングに関連して提起されている問題だと思います。で、日本では従来あまり多くの学者によって議論されていたのではない比較的新しい研究分野でありまして、従いまして今日私がお話しする内容もあくまで私個人の専門的な見解ということで、お聞きいただければと思います。でまずオリンピックの方からいきますが、招致ができました後ももちろん2020年のオリンピックやパラリンピックに向けた準備の過程が進んでおりまして、つい先日も日本スポーツ法学会という学会の大会のシンポジウムとしてアンチドーピング体制の整備に関する法的課題というものが行われて、私もパネリストの一人として報告をしてまいりました。左側の写真は長谷博志議員でして、新しくそのドーピングを防止するための制度を作るという議論が今、政治の方で行われていまして、その中心的な人物でいらっしゃいます。で、この日本で今議論しているそのドーピング対策は、案としては次のようなものであるということを、これは長谷議員の方からご紹介いただいています。ドーピング防止活動推進法案という形で今議論がなっていて、で、私として大事な点を書き出してみました。まず、基本理念というものはいくつかあると。ドーピング規制の根拠となるのはいろいろな観点があるので、一つではないと考えられています。で、全世界に共通する、価値といたしまして、このスポーツ競技の公正性、公平性や透明性という、フェアプレイの内容と、それから、選手の健康であるとか、人権の保障というの観点も、これは、普遍的に重要であると考えられます。で、それだけではなくて、その国によっていろんな制度に違いがあり得る価値といたしまして、スポーツ団体の自律性やスポーツの多様性というものも挙げられています。日本では基本的にスポーツ団体というのは民間の団体としてずっと発展してきましたので、その形式も内容も多様性があるというところに特徴がございますが、すべてが行政機関であるといった国もありまして、そうするとその右側の方は、かなり国によって違いがあるところかなと思います。で、それから、かなりこれは議論があったところなんですけれども、ドーピング罪という犯罪類型を新たに設けて処罰の対象にするかどうかということが、私どものワーキンググループの中でも中心的な検討課題でありましたが、現在進んでいる検討の方向性としては、これはドーピング罪という罪名は新たに設けることはしないという方向性に進んでおります。で、それは後で具体的に説明しますが、悪質なケースというのはすでに日本が持っている犯罪類型で、処罰ができると、対応が可能であるということと、やたらにドーピング罪というものを処罰することにしてしまいますと、本来は被害者的な立場にある競技者、アスリートが犯人扱いされてしまって、その人権保護の点から問題を生じるのではないかという指摘があったということです。それから、下に書きました観点は、スポーツが持っている教育や啓発の機能を重視するというのが、これも結構普遍的ではあるんですが、しかしこれは、独立の価値ではなくて、上に書いてあるような公平性とか公正性などを教育するところに意味があるのでして、中身がなくって単に教育啓発だけを言うっていうことは、ありえないわけですね。で、そこで、青少年保護とか教育、市民の、啓発といったものを、独立の中身がなくっても認められる価値として出しているのではなくて、上に掲げたようないろいろな理念とか価値を教育啓発するという捉え方になっているということで、比較的良い方向に進んでいるのかなと評価しております。で、日本ではそのドーピング罪を設けないということになりました理由の一つとして、すでに持っている犯罪類型でかなり広く対処できるということがありました。例えばですね、業務妨害罪っていう犯罪類型が刑法の中にあって、これは、ドイツにはない犯罪類型です。日本法の中で、独自に発達してかなり広く処罰範囲を持っている運用になっていまして、例えば、偽計ですとか、電子計算機損壊等、威力、虚偽の風説の流布などを、手段とした業務妨害がすべて入ります。そして、実害発生が不要であり、妨害行為のみで成立するとするのが危険判決を取る判例の立場なので、実際にこういうその損害が生じましたとか、その業務がストップしてしまいましたっていうところまでは必要なくて、妨害行為だけで成立するという解釈が判例によって取られております。例えば、最近の摘発例として、そのコンビニエンスストアで売られているおでんをつっつくというのがあって、これ別になんか、それで食べたお客さんがお腹を壊すという願いがなくっても、あるいはそのお店が閉じなければならないといったような実害がなかったとしても、これはその触っただけで、業務妨害行為であるというふうに評価されるようです。それから、似てるんですけれども、これも刑法典の中の罪として、器物損壊罪などがありまして、これはその、物を使えなくしてしまうという、本来の機能を発揮させなくする行為が当たりまして、割ったり破いたりしなくてもですね、当たるんですね。例えば、古い明治時代の判例は、飲食店の食器におしっこをかけた。割ってないんだけれども、もう使えないですね、飲食店ですから。それで割っていなくってもこれはもう使えなくなっているのでこの罪に当たるということがありますのでデータとかですねいろいろな他のもの血液サンプルとか尿のサンプルなどについても使えなくしてしまえばこれに当たる可能性があります。それから、データの改ざんに結びつくような、電磁的記録不正作出罪人の事務処理を誤らせる目的で事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、これはデータの改ざんに結びつくような行為がかなり広くカバーされることになります。それからその汚職の類型としては、もちろんこれは公務員が関わっているときは普通の賄賂罪ですけれども、外国の公務員ですとか、あるいは民間企業においての汚職も一定程度は処罰の規定があります。そして、一般の犯罪類型として詐欺罪とか業務妨害罪っていうのがある他に、組織的に行われますと、刑が加重される組織的な犯罪の処罰法っていうのがありまして、例えばその普通の業務妨害罪の最高刑は懲役3年なんですが、この組織的業務妨害罪になりますと、懲役5年が上限になるというような加重類型もあります。そこで日本は、比較的広く適用できる、刑罰規定がすでにあるので、やり方として新たに、行政的な、コントロールを強めるという解決を取りました。新しく独立行政法人日本スポーツ振興センターというのを設立しまして、ドーピングに対する、行政的な規制を、導入、強化するという解決になったわけです。で、これを中心として、あるいは他の機関、日本アンチドーピング機構なども協力して具体的なドーピング対策をこれからオリンピックの前までに進めていこうというふうに今動いております。で、さてその人体改造という観点から見ますと、そもそもドーピングというのは一体何がいけない、どうして規制されるんだろうかということが問題になります。これは実はそれほど自明なことではございませんで、国によっていろいろな考え方が取られています。で、日本では、業務妨害罪などで対処できそうだということですと、フェアであるかどうかということに重点が置かれていると、現状では理解できるんですが、じゃあ、お手本になるかどうかわからない、ドイツ法はどうでしょうかということで見ますと、ドイツは、迷走しております。何を規制しているのかわかんないんですね。で、非常に大きなドーピングスキャンダルというものをドイツなどが経験いたしました結果、そこで処罰規定をとにかく作って厳しくというふうになってしまうと、深められた議論が前提になっていないために、結局何をどういう方針で規制することになるのかが確たるものでなかったということが問題になりました。ドイツでもスポーツ団体は基本的に日本と同様に民間団体として活動していますから、民間のルールがあって、それに違反すれば民間の制裁ですという感じで、あんまり法的な罰則などの対象にするということは考えられていなかったのですけれども、大きなドーピングスキャンダルなどを経験いたしまして、まず、薬事法の中にドーピング罪を新たに設けました。でこれ薬事法ですので、他のいろいろな医薬品の規制と並んでドーピング罪というのも規定されることになったわけです。で薬事法の目的は国民の健康保護でございますので、ドーピング罪がこの中にあるということは、やはりその国民の健康や公衆衛生などが目的となっていたわけです。従いまして最初のドイツのドーピング罪は、健康保護が目的であって、競技者は被害者であるという位置づけでした。無理な薬物の使用などによって、死亡の危険すら発生する場合もあるというふうに言われておりました。で、その延長で、さらに処罰規定が広げられた次の改正は3番なんですけども、ドーピング物質の一定量以上の単純所持罪というのを導入いたしました。これはアスリートも犯人になり得るという犯罪類型ができたということです。アスリートが単にその被害者としてしか捉えられてなかった時には、自分で自分の健康を害するのは自分の自由なので、勝手にやってくださいっていう、あるいはその組織的なそのドーピングに巻き込まれている競技者は被害者である、健康被害を受ける被害者だというふうに考えられていたんですけれども、この一定量以上単純所持罪っていうのは、自分で使う分じゃないでしょうという、そういう危険を持っている量でございますので、他の競技者の健康を害する危険があるので、処罰の対象にするという理屈であったわけですね。で、ここまでは、まだ薬事法の中に含まれていまして、健康保護が目的である。アスリートは自分自身が被害者のこともあるし、他人に薬を提供する場合には他人の健康を害する加害者にもなり得るという位置づけだったわけです。しかし、この薬事法アプローチ、健康保護アプローチっていうのは維持できませんで、最終的には2015年に全く新たなドーピング対策法に移行しております。これはもう自己使用とか薬物の所持罪というのを量にかかわらず導入しまして、結局健康保護が目的なのではなくて、フェアネス、競争秩序の保護が目的であるということに規制目的が変わったんですね。そしてそれと同時にアスリートは被害者の立場であったのが、これは競争を害する加害者としての位置づけになり、組織犯罪対策も強められた。ということで、かなりその変遷が見られるのです。で、なんでこのようになってきたのかというと、いろんなドーピングが次々出てきたということも関係しております。で、元々のドーピング問題というのは、これは歴史的にはかなり昔のことですが、不当な手段を使って競技成績を向上させることを防止するのがドーピング対策だと考えられていました。例えば馬術競技で馬に薬を注射することによって馬の競技能力を高めるという場合には、これはその人間の健康被害は考えなくてもいいんだけれども、公正なルールに従った競争を害していますよね。こういうその不当な競技成績の向上、ルール違反という点からもともと始まっていました。しかしその後、その自転車競技などに見られますように、かなりその健康に負担をかけるような形でのドーピングが問題化してきました。これがその2番目の段階ですね。そうすると、アスリートはなんか不当な手段を使って競争を害する加害者というよりも、お金もかかっている、競争システムの中に巻き込まれて、いやおうなしにドーピングさせられている被害者じゃないのか。で、命をかけて自転車こいでると。この健康の保護をもっと重要な課題として掲げるべきであるっていうふうに、ルール違反よりも人の生命がかかっている方が重大ですので、この健康保護による、規制ということに重点がシフトしてまいりました。先ほどのドイツの薬事法のアプローチもこのような考え方に基づくものです。で、しかしながらドイツでもう一回目的の転換がございましたように、再度公正な競争を侵害するという元の一番の方の側面がもう一回重視されるようになりまして、目下民間団体の汚職全般に対する規制の強化というのが、ヨーロッパなどを中心に国際的なトレンドになっているということが言えるかと思います。でそうしますと、その比較法といっても各国がどういうドーピング剤を持ってるかとか持ってないかとかっていうのを情報をただ並べて見てみてもあんましょうがなくてですね、何を重点に置いた規制であるのかということを理解しなければならないんですね。例えば被害者とか潜在的被害者として誰が想定されているのか、健康被害の直接的なものが防止なのか、あるいは国民全般の衛生公衆衛生が重視されているのか、アスリートは加害者か被害者かといったような捉え方でかなり、違いが出てきますので、そこを見極めないといけないかなと思います。で、1次2番の段階のところで重視されておりました健康保護の点は、確かにその命の危険があるという点では重大だったのですけれども、健康を害さない物質とか手段とかもあるんですよね。例えば、世界アンチドーピング機構が指定している物質っていうのは、年によって変更されるんですけれども、育毛剤が問題になったことがありまして、これは髪の毛が薄くなった選手が、毛を増やすために使ってた薬が、これがドーピング規制物質であったことがあって、それが仲裁判断で問題になって、しかし別にこれは特に健康を害するようなものでもないということで、以前が規制物質だったものがそうでなくなったというような指定外も行われていて、そうするとあんまり健康に直接は関係がない場合もあると。それから、もともと、日本でもそうですけれども、自分で自分の体を傷つけることは犯罪ではありませんので、分かってて自分の健康を害するような形でいろいろな手段や物質を使うっていう時に、青少年とかであればですね、あるいは強制して同意をさせられるっていうような場合であれば、自分の任意の自己決定に基づく、ドッピングの物質や手段の採用とは言えないんですけれども、そうでなくて大人が自分の意思で自分の健康を害するようなことをやっているというときに、どういった根拠でこれを子供を保護するのと同じように保護できるのかということも問題になり得ます。で、そうすると一般的に残りそうなのは公正な競争の保護するという考え方でありますが、これも青少年に対する教育効果とか、そういう市民の啓発効果といったような文化的な側面で捉えていくのか、それとも独禁法とか詐欺とかのように経済的な側面を中心に捉えていくのかということでも、法制度の作り方は違ってくるということで、今全世界でいろんなドーピング規制がありますけれども、かなりこれは国によって捉え方が違っていて、ドイツのように一国の中でも目的が変遷しているという場合もあり、結構難しい法領域であると言えます。さて、本日のテーマの、人間改造に関しまして、ドーピングのような人間改造はいいのでしょうかという問題に移ってまいります。健康被害が心配されるというような状況でありますと、それを理由として、規制しようという考え方がすぐに思い浮かぶんですが、しかしでもその問題がもし技術的に解消されて健康被害の心配がないということでしたら、じゃあ何をやってもいいんでしょうか。あるいはそうでなくて公正競争を保つという観点で言っても、そしたらみんなが同じルールをに従っていれば、無限に人間の改造というのをやっていいんでしょうか。みんなが同じルールに従うのであれば公平性は害しません。で、健康被害が出ないんだったら、健康の保護を目的とする規制もいらないということになるんだけれども、それ以外何でもやっていいかというのは、これは問題がありますって、私の結論はできないというものですが、でもやって良さそうなものと良くなさそうなものの区別は流動的なんですね。重篤な遺伝子疾患を回避するために治療として行うもの。これはなんかできそうな感じ。いや、認めざるを得ないのではないかという領域が一方の端にあります。で、それと違いまして、血液ドーピングとか遺伝子ドーピング。自分の血液のヘモグロビンを増やして、それでもう輸血しますっていうようなことも行われています。あるいは優れた遺伝子を取り入れて遺伝子ドーピング。これは病気の治療じゃなくて人体改造の方に行っていますね。で、最後は後で伏木先生のお話にも出てきますけれども、デザイナーチャイルドのような遺伝子組み換え人間、もう理想の人間を、作り上げるということも、健康被害がないんだったらやってもいいんですかという話で、右の絵はイカルスなんですが、ギリシャ神話に出てくる話で、鳥の翼をつけて飛べるようになったんですけども、浮かれすぎて、高く飛びすぎて太陽に近づいたために、ろうが溶けて、最後は不時着してしまうという話。そのようなそのマイナスの効果がどこかで起こるんではないか、たたりが起こるのではないかという懸念があります。で、ここからは日本法的な理解なんですが、遺伝子組み換え人間とか育種というのは、優生主義の考え方を体現する行為として、やはり規制の対象になりうるものなんだろうと思います。この考え方はフランス法では一番はっきりと打ち出されているんですけども、日本でも同じような考え方は、当然採用できると思います。で、一つには、法の元の平等、障害があってもなくてもですね、あるいはその生まれ持った能力がどういうものであったって、平等なんです。人間としての価値は平等ですので、それに真っ向から反するようなやり方をするというのは、法秩序そのものに対する、攻撃行為である。それから、その多様性の保持ということも科学的には考えられるのかなと思っていまして、重篤な遺伝子疾患の因子って誰でもいくつか持っているというふうに聞いたことがあって、で、いらんものをどんどん排除していくと、最後はなんかみんな同じ遺伝子になっちゃって、なんか環境の変化が生じた時に人類が滅びちゃうんじゃないかという、おそ松くんは、性格がみんな違うという設定になっているけれども、いずれにしてもその好きな遺伝子の組み合わせだけをみんなが選んでいった場合に、多様性がなくなってしまうという問題が科学的には生じるかなと思います。で、日本法っていうか、私自身の考え方は、功利主義の立場なので、損得考えて、効果を考えて規制をしましょうという立場なんですけども、ちょっとその、ドイツ法は違っていて、ナチスの経験から人の尊厳は不可侵であるというのが、現在の憲法にあたる基本法の一番初めの条項になっています。これは、カント的な考え方の影響を受けていると思われまして、人間を単なる手段として用いることは、それ自体許されないのであるという考え方でございます。さて、日本法に戻りまして、日本も、この優生主義ダメっていう考え方は、クローン技術等規制法の中に現れています。はっきりは述べられていないんですけれども、このクローン人間の算出というのが、人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があるということで、禁止されていて、これもなんかあんまりはっきりしないんですが、はい。例えば、ちょっと私がやってる特定杯のとこでも議論があるんですけど、動物と人間の間の生物を作るっていうのも、やはり一条で、禁止の規制の対象になっているということなんですが、しかしでも、豚に人間の臓器を作ってもらうのは別にそんなに尊厳を返してないように見える、どこまでいいんだろうかっていうことが今議論になっています。で、日本のような、比較的功利主義的な考え方、利益考量によって規制の範囲を決めるというアプローチですと、ドイツとちょっと違いまして、その遺伝子差別っていうのも絶対ダメなわけじゃなくって、やむを得ず許容されるケースもあるという発想につながりやすいです。選別を行わないことによる不利益がものすごく大きい場合は、やむを得ず、その選別を容認するということになります。例えば、着床前診断によって、その1遺伝子でもって発生する筋ジストロフィーを回避するために、その遺伝子が入ってない、胚を選ぶとか、受精卵とか、その、胚偶子を選ぶっていうようなことなんですが、これは、その受精卵とか胚には、罪はないのでして、なんで病気を持っているものと持ってないものとで振り分けられなくちゃいけないのかというのは、その平等の観点からは説明できないんですね。しかし、その今のその医学的社会的な背景を、前提といたしますと、避けて子供を作るということも、必要枠として認めざるを得ないのではないかという考え方になります。そして、その不利益を縮小するような社会的な、あるいは技術的な手段が進めば、例外は小さくすることができるというふうに変わっていくものであろうかと思います。で、これに対してドイツはですね、さっきのその基本法の一条があるので、人の尊厳は不可侵で、人を他の人のための手段として使っちゃダメっていうところだと少し問題がありまして、例えば、ナチスで行われていたような人体実験が絶対的に禁止されるということなどは説明しやすいんですけれども、人工妊娠中絶であるとか、あるいはそのペンタゴンに突っ込もうとする飛行機を撃墜していいかといったような議論の時に、手段になっちゃダメっていうことはもう何にもできない。あるいはその余剰肺を使った研究というのもできないということになりやすくって、その功利主義的な利益考慮の立場からいたしますと、少しその選択肢、少しじゃなくてかなり選択肢が狭まる面が出てくるというのが少し日本との違いではないかと思います。で、ごめんなさい。まとめでございますが、人体改造に関しましては、これはやってもいいんじゃないかと思われるような重篤な病気の治療から、遺伝子組み換え人間のような形でのその能力の拡張ですね、エンハンスメントの間には、明確な区別があるわけではなくって、これはその連続的なものである。で、そのドーピングなどの一種もそこの中間的な領域の中に位置づけられるものだろうと思います。しかし、その、基本的な発想としては、その優生主義という考え方は、そもそもその法秩序そのものが前提としている平等という前提に対する攻撃でありますので、本当はダメである。そしてその、みんなが同じゲノムになってしまったら人類滅びますんで、多様性はそれ自体価値があることなんだという考え方を認めることも必要なんではないかと思います。しかし、その差別禁止も絶対的に貫くことは、事実上難しいということがあって、遺伝病を避けるためのゲノムの選別などの、例外が認められる必要もあると。しかし、その範囲は、科学技術や社会的な制度の発展によって可変的であると思います。一応これが私の立場からの整理でして、ちょっと右は隷属への道という、作品を漫画化したやつなんですけど、みんながその同じことをやっていると、やっぱり社会というのは危険になってしまうのではないかなと思いまして、こういう絵をちょっと入れさせていただきました。私からの話題提供は以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まず高山先生のプレゼンテーションに対して、もし議論がありましたら、質問、今マイクを持っていきますので、挙手いただいたらいいんじゃないかと思います。で、どうぞ。で、それ以外、これ全体終わってから、非常に単純な質問なんですけど、ドーピングの定義ですね、これは化学物質に限ってるんですか？いや、限ってなくて、ドーピング物質とドーピング手段っていうのがあって、それは世界アンチドーピング機構というところが、これも実は民間団体なんですけれども、統一的にそのリストアップしていて、それを各国が採用するという形に今はなっています。いや、そうじゃなくて、私が質問したのは、例えば自然物質でもね、栄養素が、特定の栄養素が多い食品とかあるじゃないですか。そういったものは構わないのか、あるいは、オリンピック競技にはないですけども、例えば日本の大相撲ですね、あれは体重を増やすためにむちゃくちゃ食わせるわけですよ、強制的に。で、平均寿命が実際に短いわけですよ。歴史の。20年ぐらい短いんですよ。だから、人権蹂躙っては人権蹂躙なんですけど、子供の時からやりますからね、中学生ぐらいから。それはどうなんですか？もし、大相撲がオリンピックの競技になったとして。今のところはですね、無理やりたくさん食べさせるっていうのは規制の方法になっていなくて、逆にその自然にある食品の中には成分によっては規制の対象になっているものもあるので、競技者としてはその常にこうリストをチェックしながら、自分が摂取して絶対大丈夫なものだけを食べるっていう方に注意しないといけないという大変厳しい状況に置かれています。もしかしたらその体重をすごく増やすっていうようなやり方も健康を害するという危険に着目されれば将来禁止され可能性はないわけではありません。はい、これ今、聞かれた話で言うとね、やっぱり一ついたちごっこというかですね、今スポーツ医学の研究ってびっくりするぐらい進んでますね。でつい最近僕が読んだ論文でもですね、皆さんその走り続けると酸性ケトーシスっていうのになるんですけども、ケトーシスになるともう足が痛くなって走れない。ところが実際にはその代謝バランスでいうとですね、ケトーシスっていうのはやっぱり筋肉にとってものすごいんですね。ですからその酸性にしないような物質をわざと飲ませてケトーシスを実際に誘導するとですね、大体1万メーター先週に走らして、15メーターの差が出るという。でそのぐらいやっぱりそれは新しい論文ですよね。だからじゃあそれ次にどうやって入れていくのかっていう、これはもういたちごっこ大変でしょうね多分いやだから今そういうところら辺をどう議論されているのか、まさにいたちごっこで、多分最初のドーピングって化学物質の摂取などだったと思うんですけれども、その後いろいろな手段が発達してくるのでいたちごっこなんです。ただしあらかじめ決めたルールに従って制裁を課さなければなりませんので、アンチドーピング機構としてはその禁止物質禁止方法のリストを改定しながらそのいたちごっこを続けているという感じになっています。禁止の対象になる競技っていうのが、最初にオリンピック挙げられたんですけど、その公式競技に限るのか、あるいはプロの競技の場合にもう適用されるのかですね。今ドーピングのこの禁止の会で対象にしておられる競技というのが、民間競技とかそういうものを含めてどの程度まで及ぶのかっていうのをちょっと教えてほしい。これも国によって違いがありまして、例えばそのドイツの薬事法アプローチの時には国民の健康保護でしたので、これはあらゆるスポーツジムとかにも適用が及んでいたのに対して、その公正競争アプローチの方ですと一定のその競技会に参加する人が対象になるというふうになっていまして、あるいはその団体ごとにその登録している競技団体の範囲っていうふうになっているものもあって、例えばですねチェスとかですね、これ体そのものを使ってするものではないんだけれども、ルールがあって競技しなくちゃいけないし、ドーピングも考えられるというノードーピングとかもありますよね。あるのでそのスポーツと同じように参加している団体もあったりして、なかなか国ごとに違うかなという印象です。観点が全然違ってすいませんけども、ドイツの瞑想のところで一つだけちょっとパッと思ったんですが、東西ドイツの統一って影響していますか、この瞑想には。東というのは今のロシアと一緒のことをやっていたので西と統一するとかなり価値観の違うところで矛盾が発生したというふうに思ってるんですが、その辺はいかがでしょうか。はい、直接的には関係してないんですね。時代を見ますと東ドイツと西ドイツで全く違うやり方が取られていたんですけども、統一直後はやっぱ西の方に統一される、西のやり方に統一されました。従いまして、民間ベースで基本的にはやります。民間の自主的な規制っていうのが、10年ぐらい続いていて、その後で初めてこの薬事法の処罰規定っていうのができてきたので、ちょっとそこにその断列があるというか、その東ドイツのやり方が影響してこういうふうな変遷をたどっているという理解ではないかなと思っています。よろしいでしょうか。全体の話は、医学の話も聞いていただいた後でまたアクティブにやりたいと思っていますので、じゃあ次の、私がちょっと一般的などうもですかね、知識という感じでその、法学部の先生あるいは文化系の先生も多いので遺伝子改変にだけ、特化してですね、いろんな問題も含めてちょっとご説明をしようかなと思っています。でそれの例えばもう少し倫理的な問題とかいうのは後で伏木先生がお話しいただけるんで。タイトルは同じですけれども、先生すいませんけど、普通暗くしていただけませんか。ドーピングなんかでも特に遺伝子改変の話をちょっとお話をしようかと思っています。で新聞なんかでも皆さんそのクリスパーとか遺伝子編集とか本当にどんどん、どうですかね、メディアをにぎわしてるわけです。で今年の実際に日本賞はですねその、2人のフランス人女性ですけどもドゥドナさんとシャルパンティエさんという遺伝子編集の、女性2人がもらったんですね。でそれがどういう意味を持つのかっていうところら辺をちょっとお話ししたいと思うんですが、その遺伝子改変っていう時に今高山先生がおっしゃった話でいうと2つの問題2つに分けて考える必要があるんですね。で遺伝子組み換え方法が開発されてからはですね、はっきり言うと、当然、私たちの体の中に遺伝子を入れるっていうことはそんなに難しいことではないとみんな思い始めて、でその時にやはりまず問題になったのがその皆さんの体の細胞体細胞といいますが体の細胞に遺伝子を入れる場合、それから、もう一つは生殖細胞系列といいますけれども精子であるとか卵子であるとかあるいは受精卵に遺伝子を入れるこの2つにやっぱり分かれていたわけです。で一番最初にやはりその研究が進むのはこの体細胞の遺伝子改変で、これに関しては、1970年代ぐらいからかなり実際には行われています。で問題にならなかったのはこれは、皆さんの細胞を、ほとんど試験化の中での話だったいうのもあるんですけども1974年に、ルドルフ・イエニッシュという人がウイルスを使って、実際のマウスの胎児に遺伝子を入れるということをやるんですが、それも1台限りで済みますから基本的にはあまり問題にならないだろうと。でただこれがうまくいくと今おっしゃったようにその悪い細胞だけを治すという遺伝子治療が可能になるなっていう期待を込めてですね、研究が進みます。で一方ですね初めからその生殖細胞系列を変えてやろうというのは人間ではほとんど研究はされないわけですけれども当然動物では当たり前のことになってきます。でこれはどういうことかっていうとやっぱりいい肉を作る牛を作るあるいははっきり言うと、皆さん GMO、いわゆる遺伝子組み換え食物として知られているものも全部これジャームラインに入れてるんですね。すなわち、次の種をどんどん作ってくれるということで、この生殖細胞系列っていうのは動物や植物ではもう、当たり前のところになってきます。でこういう体細胞か、生殖細胞系列かっていう区別があった上でなおかつこれ人間に今度当てはめると、上は遺伝子治療あるいはドーピングも入るでしょうね。一方下の方になるとデザイナーベイビーとかですねやはりもうちょっとこう複雑な問題を含んでいたわけです。でところがですね人間にこれを使うという部分でどういう問題があったかということだけちょっと次お話ししますと、まず一番最初実験として進んでいくんですが一番最初に遺伝子を導入するといってもですねこれはどこに入れるっていうことも何もわからないどのぐらいの効率で入れていいのかわからないというランダムな遺伝子導入から始まります。でただその後正確な場所に遺伝子を入れて変えるという方法が開発されて、それは全部説明しますけれどもでそれをものすごく効率を上げる、遺伝子編集というのが今新たに注目されているという状況を考えてもらったらいいと思うんですね。でまずそのランダムな遺伝子です。これは全部生殖細胞系列に限って言います。ですから先ほどから言いますよ、1974年ぐらいから体細胞に関して言えば、ランダムであるいはいろんな形で遺伝子を入れるということはもうどんどんやられていて、やっぱり遺伝子治療を考えて、研究する人たちっていうのはいたんですね。ですからまあこれはちょっと置いときまして、じゃあ生殖細胞系列を本当に変えれるかどうかっていう問題に絞ってちょっといろんなテクノロジーの問題をお話しします。で、一番最初に開発されるいわゆる動物の、遺伝子改変っていうもので、一番最初に開発されたのがこのいわゆるトランスジェニックアニマルというやつですね。で、皆さんが入れたいという遺伝子をまあきれいにしてですね、一本差にしてこれを受精卵に注入します。これはプロニュークレオスっていうところに注入するんですが、注入するだけでいいんですね。で、注入するとそれはゲノムの中に入ります。ゲノムというのは皆さんの遺伝子の総体ですね。で、ゲノムの中に入って生まれてきた子供はその遺伝子を持っているわけですね。ですからこういう遺伝子注入法っていうのは結構まあ、研究でも使われます。で、ただもちろん人間で行われることは、まあ、僕が知ってる限りはまずなかったと。で、それはなぜかっていうと注入法はですね、少なくとも遺伝子の導入頻度はかなり高いです。例えば、上手な人がやれば5個の卵を使ってやれば大体2個はうまいこと入ります。で、ただ残念ながらですね、このやり方だとゲノム上のどこに入れるかっていうのは全くわからないのと、それからもう一つ怖いのはたくさん入っちゃうんですね。遺伝子の方がたくさん入れますからそうですね、一人の例えばゲノムに、まあ、10個とか入ってしまう。で、そうするとこの遺伝子自体は活性を持つように作ってありますから、隣の遺伝子、がんになる遺伝子なんかの横に飛んでくるとこれはもう大変なことなんですね。ですからそういうマウスはいっぱい生まれるわけですけれども、これを人間にやるとまず危険性が極めて高いと。いうことで、まずトランスジェニックの方法を、まあ、生殖細胞系列に入れた人は、まあ、星木先生の方が知ってられるかもしれない、いませんよね。多分かなり危険性が高い、そう難しくはないんだけども危険性が高いということでほとんど議論もされなかったしやられなかったと思うんですね。で、まあで次にですね、じゃあこのゲノム上の導入部位をちゃんと選んで、で、欲しい遺伝子だけが変わってたくさんの遺伝子が無理に入らないような方法ができないかっていうことでいろんな研究がされて、で実際に、まあ、僕らがそうですね1990年ぐらいにそれは動物では自由に使えるようになり始めていた。で、それが標的遺伝子置換っていう方法で、どういうふうにするかと言いますと、ちょっとややこしいんですが一番左端に書いてあるように試験管の中で、まあ、皆さん今まで聞いたことあると思ってた iPS 細胞というのを使います。で、これ今までの方法と違うのは直接卵に遺伝子を注入するという方法ではこれはうまいこといかないですね。それはなぜかというと特定の遺伝子だけをうまく変えてやるっていう確率は極めて低い。まあ大体1万分の1あったらいい方ですね。もっと本当は低いかもしれません。で、そうすると卵を1万個用意してやるということはほとんど不可能で、特に人間では絶対不可能ですから、結局まず全ての細胞になりうる iPS 細胞で遺伝子を置換して、でその遺伝子を置換ちゃんとできてるかどうかを調べて OK という iPS 細胞だけを右側のブラストシストで書いてありますが、胚盤胞に注射して、実際に、まあ、生殖細胞系列に入れるということであります。ですからまあ七面倒くさいことをやるんですけども、これじゃあ人間でできるかっていうと、最大の問題点はですね、ここにある iPS 細胞を、使う必要があったわけですね。で、人の iPS 細胞ができたのが1997年です。ですから、この技術を使うということは、まあ、ミレニアム、要するに2000年ぐらいに初めて結構問題が起こってきたというふうに考えられたといいと思いますけれども、やはり人の iPS 細胞が、遺伝子変換をやれるようになって、この期間やれるようになったのはやっぱりミレニアム超えてからですね、僕のイメージで言うと。で、もちろん元に戻した人はいませんが、少なくとも人間の iPS 細胞であればこの技術が可能であるということが分かりました。しかし、わざわざリスクを冒してですね、この胚盤胞の細胞をたくさん取ってきてもう一度子宮に戻すということはあまりやられなかったわけですね。で、ただ遺伝子置換されたものをやっぱり例えば研究に使う、例えば山中さんの iPS を使って、遺伝子置換で、いろんな病気をわざわざ作って、でその病気の治療方法を開発するっていうようなことを今は盛んに行われています。だからジャームラインというか、まあ、生殖細胞を変えてやろうという話にはならなかった。そういう動機もはっきり言うと出てこないんですね、こういう方法では。で、ところがですね、その最近これはもう詳しいことは言いませんけれども、クリスパーというこの2人の女性が発見した方法ですけれども、まあ、遺伝子を注入すれば必要な場所が、まあ、極めて効率に。そうですね、今例えば猿で行われてるのでいうと 5% から 10%、 これもびっくりするぐらい高いですが、もう遺伝子を入れただけで欲しいところが変わっているという方法が開発されたんですね。で詳しいことは言いませんのでこの直接いくつかのものを遺伝子とともに入れるともう生まれてきたものは完全に置き換わってると。ですから iPS 細胞もいらないし、遺伝子だけあれば皆さん卵子の中に遺伝子を注入するだけで、遺伝子改変ができる時代が来ちゃった。で、じゃあこれをどうするのかっていうのが議論で、やはりこうクローンの時にもありましたけども、じゃあジャームラインの遺伝子を変えるということが、まあ、どういう時に必要なのかということを考えるとですね、まあ、遺伝病とかそういうところに使えないかという話は必ず来る可能性はあると思いますね。ですからまあ、クリスパー遺伝子編集に関して言うと卵子を直接操作して、少なくとも実用に足るだけの遺伝子改変を特定の遺伝子でできるようになったというふうに思ってもらったと。で、まあこれジャームラインの話をまあ後で議論したら僕いいと思うんですけど、本当にじゃあみんながその遺伝病を持ってるからといってですね、その代々その遺伝病を治した遺伝をずっとつないでいきたいと思うのか、あるいは例えば出生前診断で除去してしまおうとするのか、まあ、そういう問題に関しては後で議論したらいいかなと思います。ですから遺伝子を変えるということがもう極めて簡単になって、しかも正確になったと思っていただいたらいいと。で、やっぱりこう問題は先ほど言ったじゃあ遺伝子改変をした人がもう明らかに遺伝子改変したということが分かっておれば、そのオリンピックに出れるのかどうかとかいうのもやっぱりこれは社会の問題ですよね。社会側がどういう形で受け入れるか。で、それの中で、まあ、ドーピングの一つだけこれエピソードを紹介したいと思うんですが、これ金メダルの突然変異っていうのゴールドメダルミューテーションっていうのは極めて有名な話があります。で、これはですねフィンランドの距離選手がですね、まあ、金メダルを、まあ、連続で取るんですね。実際には3つぐらい取ったんじゃないかと思うんですが、で、やはり先ほど問題になったドーピングの疑いが当然かかってくる。それはなぜかというと、この方、赤血球が多かったんですね。で、一つドーピング疑いはエリスロポエチンという赤血球を増やすお薬を打ったんではないかっていうのと、それからもう一つは赤血球を直接入れて、距離に出すっていうのはやりますから、どちらかのドーピングをしたんではないかっていう疑いが持たれます。で、実際にはもちろん、彼はそういうことをしてないんですが、分かったことはエリスロポエチンも高くないんですね。で、じゃあなぜこの人はその赤血球が高かったのかということを、フィンランドの遺伝学者が研究してですね、そのエリスロポエチンというので赤血球が増えるんですけども、僕らの場合増えたままでは困ります。それはやはり卒中になったりとかいろんなこと詰まりますから、赤血球があまり増えるとちゃんと冷やす仕組みがあるんですね。その冷やす仕組みが壊れとったんです。でそうすると赤血球は高いままずっと維持できますから、この方は、金メダルは取れるんですね。危険性はもちろんあります。それからアンデスの人らと、よう似てるところがあるんですが、いやそれは知りません。これひょっとしたら問題あるのかもしれません。でただですね、これポイントはこれ IOC で一回議論された初めての突然変異のしっかりしたやつね。で IOC はですね、自然のこういう突然変異は、認めるっていう話になってるんです。ですから先ほど言ったこれ結構いろいろ難しくて、人為的に遺伝子改変してほとんど何の傷も残さずに、例えば金メダルの突然変異作ったらそれは認めなくてですね、でこちら側で自然の突然変異は認めるのかとかいう問題もかなり出てくると思う、ね。で僕自身も高松先生がおられたようないろんな委員会で出てて、結局僕自身が考えれる、このドーピングあるいは遺伝子改変の問題っていうのはやっぱり安全性だけで、それ以外のですね、理由っていうのはなかなか考えにくいっていうかですね、ですから絶対的価値がなくて、やっぱりどう言いますかね、絶対的なスタンダードがなくなった、現代にドーピングやゲノム改変というものを完全に否定できる唯一の理由というのは、安全性。例えばクローンの場合はですね、例えば今でも、何%ぐらいですかね、クローンが人間でクローンを作れる確率というのは5% はまだ上がってないと思いますね。でそうすると女性から少なくとも 100% うまくいくとしても、20個から30個の卵を採取してきて、それで、核移植をする。でそれをもう一度子宮に戻さないかんですね。でそうすると、うまくいかないものも含めて、やっぱり女性が明らかに危険にさらされるしですね、お金でそういうことが行われるっていうことが起こっていいのかっていうことを考えると、やはり少々技術が進んでも多分難しいいう判断を社会はちゃんとするんじゃないかなと思いますね。でドーピングも同じで、今溝口先生質問あったんですけども、赤血球どんどん高いと必ず卒中やらが起こります。で面白いのはですね、アンデスの人たちのは赤血球高いんですね。でところがチベットの人たちっていうのは赤血球は正常なんです。ですから同じ高地順応でもチベットの高地順応と、アンデスの高地順応で、アンデスの高地順応はこのような、ものすごい危険性があります。でところがこれ僕がこういうこと書いてて、矛盾があるのは、じゃあチベットの高地順応はどうかっていうとですね、結構遺伝子のことも分かってきてるんですが、赤血球も高くないし割と長生きできるんですね。ですからやっぱりもういたちごっこになる。ですからただそれでもやっぱり僕自身はなかなか安全性以外の理屈が見つからないなっていう話で、まあとりあえずは今日遺伝子改変っていうのがどんなもので今どこまで進んできたかということをある程度理解していただいて、でまあ先ほど言った人工化合物に対するによるドーピング云々なんかはまた後ほどみんなで議論したらいいかなと思います。じゃあ以上、僕の分はここで終わりますけれども、何か質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。ええ。あ、じゃあ先生、マイク。安全かどうかっていうのは普通の薬事審会と同じですけれども、その薬を実際に治験でね、使用して統計学的処理をして決めなきゃいけないわけですけどね。ところが遺伝子改変の場合は、あるいは iPS でも同じですけれども、結果が公開されないわけですよ。で、昔の原子力の場合、民主的開発の三原則っていうのがあって、公開自主、なんでしたっけね、なんか3つありましたよね。それが今、統計的に、一般人には未知数なんですよね。そういう時に安全かどうか未知の状態でもやっぱり否定すべきだと私は思うんです。するべきではないと。安全であるっていう保証っていうのは、例えば GMO もそうですけど、GMO は安全で、あんなものに反対するのはバカだっていうことを言った人が いたわけですよ。ところが現実に被害が起きてるわけですよ。だから安全かどうかわからない時にはやるべきではないというわけで、安全であればやっていいという言い方をすべきじゃない。結論は同じですけどね。違います。それですからね、やっぱり安全性しかないんだけども、わからないという場合はやっぱりそれは疑わしきは罰するんですね。はっきり言うと。ただですね、今ちょうどなかなか面白い問題提起で、僕進化論的視点って書いてたんですけども、これほとんど日本でもどこでも議論されない一つの問題があります。でそれはですね、まあ、GMO も人間に害になるかどうかではなくて、要するに地球上に生物が生まれてからずっとダーウィン進化を遂げてきてるわけです。でこのダーウィン進化っていうのは何かっていうと、まあ、はっきりその DNA、 いわゆるゲノムが変化してそれが選択されてっていうことで、この地球上の多様性が生まれてきてるわけですね。でそれ自身はその基本的には、ダーウィンが言うもともと DNA が持っている多様性を作る力でその中から選ぶというプロセスが起こってきているわけですけれども、これ、まあ、脳の力を通じてですね、もう一度多様性を作るというところに人間が介入できるようになっちゃった。で GMO もそうですし、ですから38億年のまあ要するにダーウィン進化のプロセスを人間は阻害していいんですかという視点はやっぱり僕はあっていいと思うんですね。でそれは実際に日本の倫理委員会なんかでは議論されてませんけれども、やっぱり動物の研究をやってる人たちはクリスパーでそれを今議論し始めてます。でただですね、その議論もまあどういう方向に行くかというと封じ込めの話になっちゃうんですね。ですから自然と人間が作ってる部分は別であって、 GM もそうですね、封じ込めればいいっていう発想なんで、まあ封じ込められないっていう話はいくらでも出てくるんですけども、どうしたら封じ込めればあとは何してもいいっていうのかどうかっていうのも一度議論しないかんなっていうところはありますが、まあ、しかし遺伝子改変っていうことで言うともうトゥーレートですね。まあ、はっきり言うと僕らはその封じ込めという一つの、まあ、仕組みの中であらゆることをやってきたことは確かで、まあ、その辺を一度議論する必要はあるなと思います。はいどうぞ。後の議論でやってもいいんですけども、そこの最後の絶対的価値が失われた現代というののどれが何が正しいか、つまり要するに、人間の尊厳っていうのが今おっしゃった何かとかですね、安全性とは何かっていう話で、その、まあ、例えばですね、クローン杯の時の議論の時にですね、やはりキリスト教の方は割とクリアですね。で僕らの委員会その愛子さんっていうのがおられたけど、それはやっぱもうすっきり言わはりますわ。だけど一方僕はまあいろいろ考えても、例えばそうですね、面白いのは前種のお坊さんもおられたんですけど、やっぱあんまり生命の始まりってあんまり気にしたことないわとかいう話。それからまあ僕らはやっぱりどう言いますかね、どっかでネゴシエーション、僕の倫理観っていうのはやっぱ他の人の言うこともちゃんと聞くと、そういう人がいるっていうことの認識が大事で、でそこをどうまとめていくかということがポイントかなと思ってたんで、やっぱり医学側から見るのとまた全然違いますよね。そうすると三者三様全然違う話で何かを決めていかないか、だからそういうイメージですね。はい、実は先ほどの話ですけど、安全性が基準になるとこれから技術が進んで 5% が 10%50% というふうにどんどん上がっていった場合に、安全性に問題がないとなればもう否定できる理由はなくなるというのが西川先生の意見。苦労もそうだと思います。ただですね、僕はやっぱり社会の中で本当にそれを要求される人がいるかどうか、例えばその目的を考えた時に、例えば、まあどう言いますかね、その子どもさんを遺伝子をコレクトした子どもさんを持ちたいっていうことであれば、違うやり方はいくらでもできるんですね。だからそういうような話をやっぱりちゃんとケースバイケースで詰めていって、で皆さん例えば自分の子々孫々にちょっとなんていうかな、もう一度直した遺伝子を伝えていきたいというふうに考えられるのか、そういうイメージですね。ですからやっぱり結構冷静にそれぞれのやろうとしていることの意味を考えることが大事かなっていう感じは僕はしてますけど。はい、どうぞ。マイクを。この問題はね、お互いにね、非常に正確なね情報をね持ち合わせませんとね議論になりません。はい、そう私の意見そうです。もしなんていうかな、サイエンティフィックな問題で分かりにくいとおっしゃったら、それはもう全然遠慮されずに聞いてください。僕はもう正確に淵木先生と2人来てやっておりますんで、そういうところはきちっと理解した上で。はい、もちろんもちろんそうです。はい、淵木先生に移っていいでしょうか。じゃあ淵木先生。それでは3番目ということでお話を、ゲノム編集、遺伝子編集と人間改造というその辺をテーマにということだったんですが、私の今日のお話は先ほどの西川先生のお話でかなりポイントになるところはもうご説明いただいたので、やや詳細にお話しするというふうな形になろうかと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。で先ほどご紹介がありましたクリスパーですね。これクリスパーCas9というふうに言われる遺伝子を導入する方法ですけれども、これはどんどんと数が論文の数がですね、ここにありますようにエクスポネンシャルに増えてきていると、それぐらい画期的な技術として今認められて、医学だけじゃなくていろんな生物を対象とする植物動物ともにですね、この方法が使われているという、そういう状況にあります。で先ほどもご紹介ありました国際賞をもらわれたお二人の方がという話ありましたけれども、2012年から13年あたりで、このものが非常に画期的にですねブレイクしたというそういう状態ですけれども、大元をたどりますと、2つの技術がありまして、1つはクリスパーというものの生物学の研究がされて、これは特に細菌がですね外来生物からの侵入に対して自らを守るというそういうシステムとして持っているということがあって、それの研究で1987年にこれ出されている仕事は日本人のお仕事です。でその一方でゲノムエディティングというような形で書いてありますけれども、さまざまな DNA を切断をして、そしてそれをまたくっつけるというふうな酵素が見つかってくる中で、技術的にどんどんと進化していったと。でその2つの流れが合体したのが大体2012年ぐらいということになろうかと思います。でこの図を描いた人がドードナとシャーパンティエで、先ほど西川先生がお話になったお二人になります。サイエンスに2014年に出されています。でそれからさらにですね、それが人の方に応用できるというふうな仕事が出てきたのが、ほぼ1年ぐらい後ということになりますけれども、ここにありますフェン・ツァンという人と、それからジョージ・チャーチ、このお二人のグループがこういう仕事をされたということになります。でその辺りから非常に大きなその注目が集まるようになってきたわけであります。でこれはもうすでに西川先生のお話の中にございましたけれども、従来の遺伝子組み換えの技術と、今取り上げているクリスパーCas9と言われるものを比べますと、非常に効率が上がったと。これまでは極端に低い効率でしかなかったのが、この新しい手法を使えばですね、非常に効率的に遺伝子を外から導入することができるということが分かってきたわけです。でただもちろんその目的の部分を改変できるその成功率っていうのは 100% ではないということがありまして、よく似た配列があればですね、そういうところも標的にしてこの酵素のシステムが作用しますので、そういったものをオフターゲットですね、ターゲットを外したそういうオフターゲットの変異とか、あるいはオフターゲット効果というそういう言葉で呼ばれていまして、これは結構実際にこの技術を使うときには問題になってくるということになります。で少し戻りますけれども、ゲノム編集のツールとして3段階今日まで知られているわけですが、第1世代がジンクフィンガーヌクレアーゼという酵素、それから第2世代がターレンというこういう酵素を含む構造体、これを使っていると。で第3世代というのが今注目されているクリスパーCas9ということで、これはですねRNA を用いて、DNA 配列それに対して総合的にくっつくそういう RNA を頼りにして、ナビゲーションのナビに相当すると思いますが、それがこの DNA を切断する酵素とセットになっていますので、それが目的の場所に到達しますと、そうしますとそこの DNA を20鎖2本鎖で切断をして、でその後に目的のものをまた入れていくと、こういうような話になるわけです。でこれは論文に出ているデータですけれども、今申し上げた第1世代第2世代第3世代というもので、どれぐらいその効率あるいはその精度が違うかと、あるいはその優しさですね、手法の優しさ、そういったことも含めて書いてあるわけですが、右側のところを見ていただきますと、CRISPR-Cas9 というのは非常に扱いやすいというふうなことが分かりますし、それから標的に対する効率も非常に高いということはもうすでに申し上げたことになります。で、ゲノム編集、もっと先ほども図が出ておりましたけれど、もう少し簡単にこれは書いたものですけれども、でこれでハサミが書いてありますが、そこの部分がクリスパー Cas9 というものになります。でそれをハサミを使って切断をして、でその狙った場所を切断して、その切断があるとそこでまた次に入れ替えるとかですね、あるいはもう切断したままであるとか、そういう状態を作るということになります。コピーペーストしていくという、コンピューターで今普通にワープロのソフトでやっているようなことができるというふうに考えていただいたらいいかと思います。でただこの場合の大きな注目点はですね、その3つ目に書いておきましたけれども、DNA が対象ですので、変化が非常に不可逆的になってくるという、こういうことです。それからゲノムの切断というのは、自然界でといいますか、私たちの体でも非常によく起こることではあるわけでして、でそれは例えば細胞が分裂するときとかですね、あるいはこれから紫外線が強くなっていくかと思いますが、そういう紫外線に浴びるとかですね、あるいは私たちは酸素を吸って生きているわけですが、細胞の近くでその酸素の活性化といいます、活性酸素ですね、ラジカルというふうに呼ばれますが、そういう非常に活動性の高いそういう酸素ができてきますと、その影響を受けてDNA が切断されてしまう、こういうことがありますし、それからいろんなウイルスとかですね、細菌に対して私たちの免疫細胞が反応するわけですが、そういう時にも相同組み換えと呼ばれるゲノムを切断して相互に組み換えるような、そういう事象が起こってまいります。ですから私たちの体のいろんな細胞で見ていきますと、ゲノムの状態というのは必ずしも均一ではありませんし、それから人集団ということで見ますと、人ゲノムというところに書いてございますけれども、大体30億塩基対が私たちの DNA というふうに言われておりますが、そのうち1000万個程度のですね、これは1塩基多系、あるいは1塩基置換というふうにも呼ばれます、1塩基多系ですね、1塩基多系と呼ばれますが、SNPと呼ばれる、そういうものがそれぞれ違う形でですね、個人個人違う形で持っていますので、生物集団として人を見た時にも人ゲノムというのは決して均一ではありません。ただ30億の中の1000万程度ですから、パーセンテージにしたら極めてわずかであるということになります。で、先ほどもお話ししましたオフターゲット効果と、もうこれ細かい話は省略いたしますが、目的遺伝子を変えたいということで、実際にこの方法を使いましても残念ながらうまく変わらない、つまり別のところにくっついて標的を外してしまうと、そういう現象があるということが知られています。いずれにいたしましても、このCRISPR-Cas9 というのはこれからですね、非常にすでにもう始まっていることですけれども、さらに発展していくだろうということで、先ほどの2人の女性のこれはまとめられた論文から取ったものですけれども、ちょうど矢印が一番上の方に行く矢印で見ていただきますと、人の遺伝子治療ですね。それから右側に行く矢印で見ていただきますと、農水産物というそういったものが対象になって応用されると。これは今までの遺伝子改変技術でもすでにされていることですが、それがもっともっと容易に効率高くできると。経済性も当然上がってくるということになります。それから左の方へ行きますと、これはお薬のスクリーニングといいますか、そういったことにもですね、この技術を使って細胞をうまく作ってそのスクリーニングをすることができるというふうなことが考えられますし、それから下の矢印で、これはモスキートステリリゼーションという言葉が書いてありますが、蚊をですね、蚊がこれいろんなウイルス性の疾患、今南米で問題になってます、自家熱とかいうのがございますが、例えば蚊をですね、この技術で例えば唾液腺を壊すとかですね、そういうようなことをやっておくと、そのウイルスの感染から守られるというふうなことも可能ですし、それからその下の方にはウイルス遺伝子そのものを壊すというふうな、こういう治療もあり得るわけで、例えばHIV、AIDS の場合なんかもこういったことも考えられています。それから右の方へ行きますと、これは生物学の世界でさまざまな基礎的な研究にこの技術が使えるということが2つほど挙げてあるということになります。でこういう技術であるわけですけれども、これちょうど2015年のサイエンスに紹介されている記事ですけれども、先ほど西川先生のお話の中にありましたが、生殖細胞系列のこの編集というものが非常に大きく問題として取り上げられたサミットがワシントンで開かれました。でこれ国際ヒト遺伝子編集サミットというふうに呼ばれていますけれども、2015年の12月1日から3日にかけて米国の科学アカデミーの会場で行われまして、この主催は米国と中国と英国、この3つのところが主催で、参加した人はですね、日本を含めて約20カ国ということで、生命倫理の方、あるいは社会学の方、 NPO の関係者というふうな、こういう顔ぶれですけれども、もちろん専門家もたくさんおられました。で日本からは研究関係では5名ということで、石井教授、それから阿久津部長、それから三谷教授、それから高橋教授、加藤教授ということで、このスライドと、それから次のスライドは大阪大学の加藤和人先生と私親しくさせてもらっておりますのでいただいたものです。で、この会議の目的はですね、この会議に先立ってですね、中国から生殖細胞系列、受精卵に対するこの遺伝子編集、ゲノム編集の実験結果が出されたという、そういうことも受けてですね、でホワイトハウス声明が出されて、そのゲノム編集っていうのはそのヒト生殖細胞を行うと将来世代への影響が不透明であるので、現時点では超えてはならない、そういう一線であるという声明が出たわけですが、それを受けた形で国際的なコンセンサスの形成を目指そうとしたものだというふうに理解できます。でこのゲノム編集の専門家の一人のエリック・ランダーという方がそこに少し文章を書いておりますけれども、ジェネティック・エンハンスメントということで、遺伝子のエンハンスメント、遺伝子ドーピングと言い換えてもいいかも分かりませんが、そういうものを論議するということは単に技術的なレベルにとどまるものではないというふうなことで、現時点では我々はそのヒュミリティと書いてありますが、もっと謙虚でなければならないというふうなことをおっしゃっています。でこれ実際にその会議でこういった形で出されたものを加藤先生からいただいたのを少し編集してお示ししてるんですけれども、この技術っていうのは先ほど来議論されてますように、重症の遺伝性疾患の場合には確かに使える可能性はあるということで、ジャームラインエディティングという生殖細胞系列の遺伝子編集ということで取り上げられているわけですが、様々なまだリスクがあったり、まだ制御できないところがあったりというふうなことが真ん中の段落で書かれているわけです。ですから、3つ目の段落のところに「It would be irresponsible」というふうに書いてありますが、こういう生殖細胞系列のゲノム編集を実際に臨床に応用すると、そこまで進むことは無責任であるというふうなことが結論付けられているわけです。で、その最後の段落にはいろんな国ごとの間違いというふうなことも書かれていまして、法的なその規制を生殖細胞系列のこういう遺伝子改変に関してですが、これはこの技術を用いたというよりも、今までからすでにある技術を用いての生殖細胞系列の遺伝子改変に関しては法で規制しているところ、あるいはガイドラインで規制しているところがあるというふうなことが書かれているわけです。で、少しまとめてみたんですけれども、ゲノム編集技術についてですね、2つこれを考えていくということで分けて示しましたけれども、一つは先ほど西川先生のお話の中にもありましたが、安全性の観点からどうなるんだろうということで、ですからその安全性云々を改善していくためにもですね、基礎研究は許容すべきではないかというのが先ほどのサミットでの一つの方向であったようです。ですから人生殖細胞系列を用いてゲノム編集の基礎研究はやってもいいんじゃないかというふうなこと。で、ただ今の時点で実際にその生殖細胞を改変して元へ戻すといいますか、母体に返すというふうなことはしてはいけないと、そういう判断であったわけです。ただいろんな意見がもちろんあるわけで、もともとその通常の生殖自体もですね、これ賭けのようなもんだと、ジェネティックロッタリーというふうなことを言う方がありまして、そういうことからすればですね、ゲノム編集をしても実際のそれが子供としてですね育っていくことを考えても問題ないんじゃないかという見方もあったようであります。で、それから最後のところに書いておきましたけれども、安全性の最後のところですが、人類共有の遺伝子プールの多様性ですね、これは先ほど高山先生のお話の中にも出てましたけれども、そういうものに対しての影響というものも考えなきゃいけないんじゃないかということが言われておりました。で、2つ目はですね、重篤な遺伝子疾患を予防するという観点から、この遺伝子改変ですね、ゲノム編集による遺伝子改変を考えますと、ゲノム編集だけがその手法ではないということで、青で書いておりますが、着床前遺伝学的診断、PGD と呼ばれるこういう方法がですね、これはまたいろいろ論議があるのは皆さんご承知のことかと思いますけれども、すでに実施可能なものでありますので、非常に重篤な遺伝性の疾患を持つ可能性がある場合にはですね、体外受精で得た受精卵を少し培養して、その培養した過程でできてきた細胞を1個だけ取って遺伝子の検査を行って、その病気の遺伝子の変化があるかどうかというのを調べるという、そういう検査であります。ただその操作自身がいろいろ受精卵に対する負荷をかけることにもなりますので、必ずしも 100% 安全というふうに言えるものではありませんし、また命の選別という考え方からの課題もあることはご承知の通りであります。で、単一遺伝子に問題があって起こってくる疾患をなんとか予防したいという考え方が当然あるわけですけれども、そういう中で重症なものについては今申し上げた PGD というのが適用されようとしているわけです。で、ただその PGD が実際に適用できないような疾患もあるということで、かなり細かい話なので簡単にしか触れませんけれども、ここにありますようないくつかのですね、例がありますが、そういうような PGD をやっても実際に適用がうまくいかないというふうなことがありますので、そういうことを考えると、ゲノム編集も意味があるのかもしれない。それから、人間改造ということから言いますと、こういう受精卵にゲノム編集をやって子どもの外見をですね、なんか良くするとかですね、そういったこと。これ例えば虹彩の色ですね。これ海外ではいろんなこの虹彩の色に対して価値の何かがあるようですが、そういう虹彩の色一つ考えてみてもですね、遺伝子レベルでは少なくとも16個あるというふうなことも知られていますし、そういうことを踏まえて実際にゲノム編集技術を使って、この色の虹彩を持つような子どもさんを作ろうとしてもですね、 100% その通りいくとは限らないというふうなことは予想されるわけです。それからここに書いてありますように、美容整形の場合はですね、本人の同意を必要としているわけですが、生まれていない子どもさんから同意を得ることはできないのは当然のことでありますので、こういう外見上のエンハンスメントに親の同意は無効ではないかという考え方もありますし、それからこういった形でもし子どもが生まれてきた場合に、本当に希望通りであれば問題ないですけれども、希望通りでなかった場合ですね、さまざまな問題を生ずる可能性もあるというようなことで、なかなかですね、さまざまな議論がされているという状況です。で、先ほども遺伝子編集サミットのお話の時に申し上げましたが、生殖細胞の遺伝子改変に関しては、国際的な規制状況というのを石井先生がまとめられた、こういう世界地図がありまして、24カ国は法律で禁止されていますが、米国の場合は臨床試験の申請を指導するというところで、必要な場合は制限をかける。それから英国では、核ゲノムの改変は禁止だけどミトコンドリアの改変は OK ということで、これも昨年新聞で記事になっていたかと思いますけれど、ミトコンドリア病の方の治療のためにですね、3人の親というふうなことが出ていたかと思いますが、ミトコンドリアのゲノムに関しては英国は改変することを認めている。で、日本や中国、インド、そういったところではご承知のように指針によって禁止はされています。これはちょっと省略いたします。で、ゲノム編集の学会が昨年9月に広島で開催されて、そこでもですね、いろんな倫理面あるいは規制の在り方を検討する委員会というのが設置されました。で、2016年の10月にはですね、人の受精卵を操作するような研究を進める際には、こういう審査体制でいくべきだというふうなことを遺伝子細胞治療学会が出しているというようなことがあります。で、これはお手元の資料にちょっともともとプリントしようと思いますと非常に薄くなっちゃったので省略しましたけれども、人のゲノム編集に関する関連4学会からの提言というのが昨年4月に出されております。またこれはネットでお調べいただいたら出てきます。で、要するところ、ここでは人の生殖細胞胚に対するゲノム編集の臨床応用に関しては禁止をするようにという国への要望が書かれています。で、これは少し遺伝学的な観点からということでしたので、お示しするだけなんですけれども、例えば劣性遺伝の疾患でもですね、結局保因者っていうのはかなり多いというふうなことがありますので、稀な遺伝病でもかなり多くの保因者がいるということは、これよく知られていることであります。そしてまた人の集団の中でですね、変異遺伝子を次世代に伝えるっていうのは今申し上げた保因者であるということも遺伝学の方ではよく分かっていることであります。そしてまた優性遺伝なんかの場合にですね、非常に重篤な遺伝性疾患ございますが、そういう場合には生殖を可能になる年齢まで生きれないというふうなことがありますと、そうしますとそういった疾患ではですね、遺伝疾患では新生変異体というふうなものがある一定の割合で出てくるというようなことも知られておりまして、優生学と呼ばれるようなものの考え方が必ずしも妥当でない、生物学的に妥当でないというのはこの辺で分かることになります。で、ゲノム編集の応用展開ってたくさん書きましたけれども、疾患モデルを作っていく上でですね、iPS 細胞を非常によく使われていますが、そういうところにですね、このゲノム編集の技術を応用して、病態の解明だけではなくって治療法の開発にもつなげていくとか、先ほども申し上げましたがウイルス感染、あるいは体細胞への遺伝子治療、こういったことは特段問題はないようには思います。それから動物の遺伝子改変ということで、先ほども少し言葉が出ていたと思いますが、例えば豚を人に臓器移植をする、そういう一種臓器移植というような場合にですね、豚はウイルスを持ってますので、そのウイルスを消してしまうためのこういうゲノム編集をして、で一種臓器移植をしてはどうかとかですね、あるいはいろんなワクチンがございますが、ワクチンはほとんど卵で作ります。その卵の中のアレルギーの原因物質、それを除去した、そういうような卵を作ってワクチンを開発する。そうするとアレルギーの心配はいらないとかですね。こういうような活用方法もあるということになります。が、生殖医療への応用に関しては、先ほどから問題にしてまいりましたけれども、デザイナーベビーとかデザイナーチャイルドと呼ばれるような、今まではですね SF の世界でしかなかったようなことが現実になりうる、そういう技術だろうと思われますので、議論が今盛んにされているということです。一番最後はこれは家畜等のお話です。でもう簡単にしたいと思いますが、エンハンスメントというのに関して、論点を挙げるとしたら、安全性、公平性、そしてまた強制性があるのかないのか、こういうようなところがポイントだろうと思います。ただ、このエンハンスメント、スポーツ選手だけではなくてですね、いろんな形でエンハンスメントっていうのが、論議されるわけですけれども、これに関してはですね、有名なサンデル教授が2007年にこのギフティドネス・オブ・ライフというような言葉を使ってこのことに関して論議をしています。つまり性というものは贈られたものなのだという、そういうことを考えた上でこういうエンハンスメントも論議するべきではないかということになろうかと思います。それからデザイナーベビーに関して、これも先ほど来申し上げている贈られ物として理解するということ、それからこれは米国の大統領の招集する医学倫理の委員会でウィリアム・メイという方がこのオープンネス・トゥ・リ・アンビドゥンという形で招かれざる者への寛大さというふうなものを子どもと親との関係で教えられるんだということが語られておりまして、そういう寛大さ、つまり自分が計画した通りの子どもが生まれるということではなくって、与えられたという贈られたという形のその子どもに対する理解というものをすることが親にとって非常に大きくプラスになるんだというふうなことを述べられたと私は理解しております。それからこれはもう西川先生のお詳しいところです。ハバマスのことが最後にちょっと書きましたけれども、自分自身の歴史の唯一の著者というふうに見なすという観点からですね、考えますと、デザイナーベビーのようなものに関してはやはり問題があるんではないかというふうなことであります。以上で終わります。まず伏木先生のお話に対して質問あるでしょうか。はい、どうぞ。今のねデザイナーベビーの話です。瞳のこの虹彩の色がね青いのが欲しい、こんなね発想そのものがね全く受け入れられません。もうなんでそんなことをするんだな。はい。これがこう目の虹彩の色は青で、これは金髪で、そんなむちゃくちゃな話、もうかなんです。ありがとうございます。コメントをいただきました。私も全く同感です。はい、どうぞ。それと関連してるんですけど、これ有名な話ですけど、ハーバードの医学部の教授が今言った話をして学生にデザイナーベビー賛成か反対かっていうするともう 99% 反対みたいな意見だったんですよ。でその後にですね、次の授業の時に特定T セルっていう免疫細胞なんですけど、それのある特定のレセプター遺伝子を改変するとHIV にかからなくなる、そういうデザインもできるという話をしたら一挙に増えるんですよ。デザイナーベビーも賛成っていう技術として。だからどういうかいわゆる民主的な議論っていうのは、例えばこれを国民投票で決めるみたいなね極端なやり方すると危険極まりない。要するに間にいくらでも境界領域あるわけですよね。 HIV 感染に知らないってかからないっていうのとその目の色を変えるっていうこの間の領域がいくらでもあるわけですよ。だからこれは一律に禁止するしかないんですよね。で国民の世論っていうのは非常に危うい。で私も京大で授業をやってる時にクローン人間の時ですけども賛成反対なり全員に書かせたんですよ。で3分の1ずつでしたね。不妊治療の技術として使っていいっていう意見と使っちゃいけないっていうのと、あと場合によるみたいな。だからこれは科学者が先にあるんですけど国民世論じゃなくて、ただ科学者自身が関わってる人たちは自分の研究費を取るためにいいことばっかり言うんです。それが問題なんです一番の。原子力もそうでしたけど。すいません余計なこと。いやどうぞ。基本的な議論はまた後で、はい、私はね京大の医学で解剖学、組織学および人体発生学を勉強して、そして神戸大学医学部で30年ほど学生の教育をやりました。でその人体発生学のね講義はその3次元の構造が時間につれて変わっていきますから大変に理解しにくいんです。これ教える方の側にとっても難しいし、習う方の側にとってはもっと難しいですね。それでその講義でもちろん私の手元に入った人の胎児の20ミリ以下の胎児の写真を順番に並べてスライドで見せましてね、そしてその後で学生さんに質問しますと、もうあれですね、胎児に対してなんじゃかんじゃというようなことはもう全く考えられると言います。そんな事態じゃないって言うんですね。やっぱり皆さん方も皆はご経験でしょうけども、どんな子供が生まれてくるかというのは親が血までわからんのです。そしてしかもその子供がどういうふうに成長してどういうふうになっていくかというのは親がどうにもできないです。ですからその点でもですね、私はこういう議論はね本当につらいです聞いてる方が。これはやはりあれですね、さっき私が言いましたこの問題に関してはお互いがもうかなりの範囲、非常に正確な知識を共有しないことには議論ができないと思います。でそれがまあこれから皆さん方に議論をお願いする前提と思います。以上です。まあただ先生、やはり倫理委員会、別に医者ばっかり生きとるわけではないんで、はい、やはりこういう問題望まれる方、それからまあこう議論される方の大半はやっぱり医学専門家ではないところでやはり議論してで、高山先生なんかもその中の現場で苦労してられるわけですね。ですから、まあ、そういう意味ではこういう会で、もし具体的な、クリアなところがわからないとおっしゃったらいくらでもお答えできます。例えば今エイズにかからないというのがあって、これは実際にはですねベルリナーキントっていうんですね。なんとベルリンで骨髄移植を受けた人がエイズが治っちゃったっていう有名な話があって、でそれはたまたま骨髄移植に使ったドナーの方がまあ実際には、もうエイズビールスのリセプターを欠損してたんですね。でそれは置き換わりますから、その方のエイズが治っちゃったっていう話があって、そこから来てるわけですね。ですからやっぱりそういう知識はいくらでもありますから、もし何かあったら分からないっておっしゃっていただければ議論しますんで、ぜひ積極的にお願いします。ではどうぞ。森谷先生とそれから岡林先生、順番にもうジェネラルな話しますか、そうか藤木先生のより具体的。やっぱり最初はこういう議論の場合はフェア視点というスラーゲをきちんとやらないといけないんじゃないかと思います。ではい、入ってます。ページ目でしょうか、そのヒト生殖細胞における遺伝子回避を認めるかというところのパネルのところなんですけど、ちょっと分かりにくかったんですけれども、ここに書かれいろいろこうクエスチョンマークで意見が書かれてございますですね。基礎研究は許容すべきであるのではないかとかいろいろ書いてあります。あるいは重篤な遺伝子疾患を予防するという観点からゲノム編集を用いずに着床前遺伝学的診断を実施してはとかいろいろ見解が書いてございますが、これはその一人の人といいますかが言ってるのではなくて、こういう意見がさまざまにあるという、そういう趣旨なんですね。そうです。さまざまなものを挙げております。はい。一つだけね、付け加えるとすると、僕は論文で読んだんですが、そういう議論自体がやるという方向を目指してるんやと。で実際に、どう言いますかね、今本当にこのゲノム編集を用いたいと思ってる人は先ほど言った体細胞に用いたいんですね、遺伝子治療で。でまあ誰かまあ馬鹿げたやつがジャームラインを勝手に多標的にしちゃうことで自分らの研究ができなくなるいうことをみんな心配してるんちゃうかっていうことで、サイエンスかネイチャーにですね、やっぱりそういうまあはっきり言った下心があるんやろうっていう、まあ、厳しい意見を言った人もいたですね。すいません。はい、大丈夫だと。私、ドイツの哲学とか美学とかあるいは現代アートとかやってるもんですから、ちょっと場違いな質問になるかもしれませんが、ドイツにスローター大工っていう、評論家ですがね、いらっしゃいまして、彼が現代の、まあ、哲学とかアートとか社会分析というものに、その免疫学的分析っていう方法を持ち込みましてですね、現代の社会を、その一つのやっぱり免疫システムを作り上げて、外からの敵とかあるいは外からのウイルスの侵入を、まあ、一応防ぐような社会を、まあ、作り上げてきたと。まあ、その中にもイデオロギーというような外敵が侵入するのはほぼ防げているけれども、何と申しますか、テロっていうのが、侵入するのは防げない、まだ防げない、彼はそういうその免疫学的な社会分析というのをやってます。で、今日実はそのハーバーマスの話が出ましたので、そこをちょっとまずお聞きしたいんですけれども、ハーバーマスはむしろフランクフルト学派で左派系ですので、ちょっと保守系のスローター大工に関してはいつも彼がナチの考え方をまた引きずってるんじゃないかと言ってます。ちょっと、一番最後にですね、西川先生が何か答えていただけるみたいだったので、ハーバーマスがその遺伝子の問題に関してですよ、触ってはいけないっていうかね、神から送られてきたものなんだから、それはもう唯一絶対のものだっていうようなことを彼は言ってるのかな。その辺ちょっとハーバーマスはどういう意味で発言しているのかというのが一つね。彼は神っていうことは言ってないですね。そうでしょうね。それは言ってないでしょうね。それからもう一つは倫理っていう問題なんですね。なんか聞いてますとね、子供は送られてきたものだというのは、それはその通りなんですけどね、キリスト教的あるいはその仏教的な考え方からするとその通りなんだけども、学問と倫理っていうのは非常に境目が難しいんだけども、今は学問の世界の話をしているわけですので、あまりに僕の印象ですが、あまりにキリスト教的あるいは仏教的なその考え方で子どもの生命を云々するのも、ちょっとなんか違うなとちょっと考えましたね。その2つのことについてもし何かヒント与えていただけましたらと思います。マスをちゃんとそこ先生のちゃんと読んでるわけではないんで、多分ほとんど遺伝子のことについて彼が書いたっていう、ちゃんとした本の中にはまず書いてないんじゃないかと僕が読んだ中では。ただし毎日例えばその新聞とかですね、そういうところで発言してる可能性あるんで、大橋先生なんかご存じないですかね。例えばそういう中で多分遺伝子改変あるいはクローンについて当然同時でもいろいろ議論になったんで発言してる可能性はあると思うんで、やっぱりどういうふうに発言されたかどうか。ただですね、僕ハーバーマスで言うと、僕自身はやっぱり彼が一番最初に書いたイデオロギーとしての技術と科学っていう話を読んで、それはもう1970年代ぐらいですね。でその時に彼は何を書いてたかと、本僕今思い出してみると、要するにイデオロギーがなくなった時に科学がイデオロギー化するぞっていうことを多分書いとったんやと思うんですね。だから今まさにそこの問題でもうちょっと一般的な話すると多分問題の整理で一番まず議論しないかんのは、これ倫理委員会高山先生なんかで苦労してはると思うけども、要するに医師の側どんどんやりたいと。で要するにいろんなことはネゴシエーションするけれども、結局やったらええぞっていう考え方と、それからそれに対してストップをかけれる、我々ストップかけたいわけですけど、その医師の側にどうしたらストップかけられるのか、でそれをいっぱい一度議論したら面白いんではないか。で例えば僕らがクローンの時に、あまり大した哲学者ではないと思うんですけど、よくもてはやらされたのが、フランシス・フクヤマさんで、基本的には、どう言いますかね、一般の文化にそれをノーという権利があるんやという、もう初めからやっぱり権利を持ち出してきた議論をされたですね。でただしそれから相対的な議論でノーということがありうるってしたらどうするのか。それから例えばキリスト教の方と話すると、結局何か一つ認めたらあとは坂を転がり落ちるように科学者は好きなことするでいう話になるんですけど、まあ、その辺も一度、今日最初の議論として、まあ、皆さんに思うところ、あるいは僕自身科学者ですから、やっぱり考えていってどう言いますかね、ものすごいお金をかけてやる理由がないなと思うのはたくさんありますけれども、しかし最終的にやらないという理由っていうのはなかなか見つからないという時に対して、まあ、一般の社会としてどういう形で脳を突きつけていったらいいのかっていうことについて、もし、まあ、皆さんの意見があればですね、これは別に生命倫理だけではなくて、先ほどから出てる原発の問題もみんなあると思うんでね。だからぜひいろんなご意見をお願いしたいと思いますけれども、さっきの送られた、まあ、せいですね、そのお話はこれサンデルの言葉をご紹介したところなんですけど、先生おっしゃるようにやっぱり宗教性があるんではないかという指摘は当然できると思います。はい、さっき大した意見じゃないんですけど、ハーバーマスの名前が出たもんですから、それと先ほどの溝口先生のご意見も承りまして、で岡林さんもちょっと反宗教主義みたいな話があったもんですから、ハーバーマスのことを出すと西川先生がさっきおっしゃった少しジェネラルな問題に少し戻ることになります。と言いますのはね、ハーバーマスが一番問題するのは理想的な議論状況ということなんですよね。その議論状況というときに一つの大きな問題は、現代社会が専門家の社会になっていると。で、その専門家しかわからないから専門家でないと発言できないと。これは一方で極めて妥当な意見だと思うんです。我々、本日私が前にしたのは、テーマが、ちょっと耳学問でいろいろ、伺いたいと思ってきたんですね。で、発言する場所なんかないと思ったんですけど、他方で、私も孫が4人もいますとね、いろいろ考えるんです。で、近所の似たような孫もいろんなことを考えているときに、ゲノム編集というのも難しいなと思いながら、しかしこれは医学に限らず、例えば原子力問題とかね、その他宇宙物理学のような問題とか、専門家でしかわからない議論が確かにあると思うんですよね。下手に素人が発言するっていうのは危ないんです。危ないと同時に、今度は逆に専門家だけに任せると本当に危ないと。これをどうするかっていうことね。で、フンボルト会のこういう会っていうのは、ある意味で理想的な議論状況を作り出し得る可能性があると思うんですね。で、その時にだから、私自身は非常に宗教にシンパシーを持っているもんですから、学問の場だから宗教排除なんて、そういうのはね、逆の偏りを感じるんですが、こういうことを言えるのもこういう場所なんですね。そういう意味で私、具体的にこのゲノム編集その他の問題に関して、どうすればいいのかっていうのは提言ありませんが、ただし西川先生がおっしゃるように理想的な議論状況ってどういう形で、例えば私自身がこのゲノム編集の問題いろいろ断片的に感想を持ちますけれども、どういうふうに聞いたらいいかなというふうに思って伺った次第です。今のお話をもし受けると別のことを質問したかった。今のお話、その専門家が要するに一部の知識を持っているとか、そういう現代は危険であるというお話だと思うんですけど、私は生命科学を原子のレベルで、原子と、つまり物と命との関連と常に考えながら来て、今のこの私が研究を始めた5、60年前と今ともう激変していてですね、私が非常に感動しているわけです。で、すごくシンプルなんですよね。まあ、DNA が一つのその例ですよね。生物が非常に多様だと思っていたら、いや DNA レベルはみんな共通ですよ。でも原子から見るともっと共通です。宇宙とが実はつながっているということが簡単に分かるようになってきたと。それは専門家のものじゃなくて一般のものじゃないかと。だから私はインドの中でジャイナ教とか呼ばれたらその話もしますし、シンプルな話になってるんじゃないか。むしろ科学者、特に生命科学者、先端の生命科学者はお医者さんの話だったんで、今原子がどうなる、卵がどうなるという話で病気の話をしてますから、そこに来ている事実というのは大変なことであって、そこのところをやっぱり社会に対して還元していくというか、分かりやすく教育していく、そこが科学者の重要な役割じゃないかと私は思ってるんですよ。それによって世の中が安定してね、例えば IS の問題とかね、ああいう問題もやっぱり根底にはそういう認識の問題があるんじゃないかと、私は思っているということを一つ申し上げたいんですよ。でこれやって長い問題なんですけど、ちょっとご質問の関係で言うと、DNA の話があって、私は DNA の専門家でタンパク質の原子の一つ一つの動きを、NMR という方法で毎日その圧力かけて動かしながらどう動くかっていうのを見てるわけなんですね。そうするととても感動するわけです。というのはその動きというのは本当に巧妙にまびたデザインされているように見えるわけですね。でそれはデザインされているというか、ただ40億年の結果がそうなってるだけなんですけど、いかにファンクションにうまく合うような形に原子が動くようになっているかと、タンパク質のレベルで非常に感動して、それと同時にいろんなちょっとしたアミノ酸を、例えば中性進化とかいろいろありますけど、遠いところでも関係ないところあるところでも一つアミノ酸変わると、もう形は変わりませんが、結晶自体は変わりませんが動きが変わるんですね、全部の動きが。でそういうことを見ていると、非常に巧妙にできているということがやっぱり今になって分かってきて、そのことは非常に重要なことだよというのは DNA のレベル全部解決するような、私はなんか今のそういうことじゃないかもしれませんけど、 DNA 編集簡単にできるんだったら、要するにそれで遺伝子合わせてやればこういうファンクションで、でも DNA のシーカンスちょっと変わった、一つ変わったらもう重大な変化するんですよ。例えば一つの変わったことで命を落とす病気いっぱいあるわけですよ。アミロイド病なんてもそうですし、だからそれはいかにその一つの結果が DNA で見てもどうでもないし、結晶で見ても同じだけど、実際に細胞内の動きを見ると全く違った動きをしているということが、そこを理解してもらわないと、その DNA のレベルだけの話で僕はなんかずっと世の中言ってるようなずっと感じがしていて、ちょっとそのことをちょっとタンパク質やってるものとして一言申し上げたいっていう。今のはちょっと専門的で分かりにくいかもしれませんけど、例えば、私たちの、人間って考えていただくと、当然いろんな情報からできてですね、でその、根っこに多分ゲノムっていう、DNA の情報があって、しかし僕ら DNA だけでできてますよね。すなわち同じ DNA でもこんだけ違う顔が形が一人の人の中で違う細胞ができるいうことは DNA の使い方も情報だし、それからその後僕らは毎日毎日の経験で脳回路を使った一つの情報を使って事故とかいうのを生み出してるわけですね。だから、そういう情報の塊なんですけど、ただやっぱり体のどう言いますかね、情報ということで僕らが知りうるのは DNA だと思う。ですから皆さん今、大体いくらぐらいかというと15万円出すと皆さんの、DNA の全情報を読むことができます。でただそれやってどういう意味があるのかというのは置いておいても、その今おっしゃったようにじゃあアミノ酸1個変わると。ごめんなさい、 DNA の一つ変わるとアミノ酸が一つ変わって大きな変化があるというようなことは専門家では分かってる。ただね、一つだけ僕ゲノムの方で皆さん認識しておいていただいたらいいと思うのは、一人一人今、大体5万人レベルのゲノムを調べて分かってきたことというのは、僕も皆さんも大体今先生がおっしゃったタンパク質になる遺伝子で大体20個の突然変異を持っています。それは20個の明らかに言うと機能ができなくなる突然変異を一人一人皆さん持っていで5万人調べると1300人ぐらいが両方の染色体で突然変異がある。ですから僕らはもうなんか突然変異の塊を今の存在として生きとるんやということは一つ覚えておいてもらうとですね、デザイナーベイビーで全部20個直してこれ大変なことですよ、はっきり言うたら。だからやっぱりその現実的な話を考えると、僕らはそういうはっきり言うと異常を持って、それも20個も抱えて、でそれはたった全ゲノムの 3% ぐらいの話で、それ以外のところを入れたらまあ1000万1000万の違いを持って生きとるわけで、まあ僕ら意外とゲノム編集でデザイナーベイビーの馬鹿げて感じるのは、僕らがやっぱそういうもんや。先ほど高山先生が多様性があることが当たり前やということをおっしゃってたのがもう一言いいですか、その今おっしゃった20の大変な病気のそれもあれなんですよ。これね SNP っていうのは最近いろいろ問題ですよ。スニップではなくてですね、スニップっていうのは全ゲノムのレベルの1塩基変異ですが、それ以上タンパク質になる遺伝子を全部調べて、実際には 3% ぐらいしかないんですが、皆さんの中で例えばアルブミン作ったりいろんなもの作ったりするものを調べて、大体1人の人あたり20個の片一方の遺伝子ですね、で必ず2本持ってありますからは機能しとらへんのです。あ、それはね先生ね、もう今ものすごく簡単です。ですから RNA を2つあって、そうそう、あ、ごめんなさい、それからデザインをすること自体がわからないということですね。具体的な議論でもうそろそろやっていただいた方が時間的にあるで、でいやいや、だからちょっとね、初めの議論と後でこうかなり細かい部分に入ってきた議論とか全然ちょっとなかなかつながってないので、もう一度ちょっと最初に戻していただいた方が私の頭がちょっとほぐれてくるので、それでね、基本的に思ってるのがね、高山先生が、書いておられるなんていうかこの、ペーパーで「健康被害でなく皆が同じルール、例えば人体改造は無制限なのか」とかっていうところの次のやつで「病気の治療はできそう、血液ドーピング、遺伝子ドーピング、育種遺伝子組み換え人間」とかっていう項目で書かれているんですけども、この辺がね、僕はなんかちょっとつながりがそこにあるんじゃないかなと思うのは、最初のドーピングという話とね、遺伝子組み換えっていうか遺伝子編集っていう話が全然つながらない。ドーピングっていうのは普通なんか薬物飲んで、それで筋肉増強みたいな感じになるんかなっていう感じなんですけども、その辺がね、この血液ドーピングとか遺伝子ドーピングっていうふうな形で話がつながっていく、これが後の話につながってるわけですよ。だからこの辺りのところをちょっと解きほぐしていただいた方が分かりやすいということ。それがね、さっきドーピングとの関係で規制対象がいろいろと考えられて、なんか2種類っていうかそういう形の手段のなんとかというドーピングでちょっと分類されたんですけども、だけどそのドーピングっていうふうに禁止する対象はね、一体どういう基準で禁止していくのか、それで変わっていくと言われたんですけど、基準っていうものが一応あって、それが時代によっていろんなものが出てくるから変えられるということになるんであれば、その基準は一体何であるのかっていう、ちょっとその辺の話から最初。高山先生、ありますか。ありがとうございます。ちょっと後の方の質問から先に申し上げますと、一律の基準で禁止方法や禁止物質が決められているわけではないんです。従いまして、多分最初はその競技成績を向上させるような効果があるものっていうことでスタートしたとは思うんですけれども、その後その健康被害が重篤であるようなもの、競技成績を向上させない物質っていうのもありまして、例えばマリファナとかは、対してなんかぶつかっても痛くないぐらいしか効果がないかなと競技成績が向上するとあんまり考えられないんですけれども、しかし禁止物質の中には入っていますし、先ほどのその気配薬のような例もある通り、その健康被害が特になさそうなものについても、規制が入るとか、いろいろな観点で指定がなされているので、ちょっとその少なくとも現状ではバラバラなものがその1個のリストの中にまとめられてあるんですけど、まあ、ですから基本的にはその競技成績を向上させるものだけじゃなくて、ですからその違法ドラッグも入ってるし、健康被害が重篤になりそうなものも入ってるっていうことで、その複数の観点が合わせて1個のリストになっているというのが現状でございます。竹下先生がおっしゃ提起された問題を、要するに自然、僕ら何もしないっていう自然っていうものと、まあ、介入して、何かの目的のために介入してやるっていうことがあってですね、でどこまでどういう基準で、その僕らの自然状態を介入できるのかということですね。で、だからそこのなんかこう線引きがあるのかどうかっていう。で、一方医学なんかになると、そのやっぱ先ほどから問題に出てるのは医学の介入とそれから要するにドーピングの介入とは絶対違うわけですね。同じお薬使ってても。でやっぱりそれは要するに何か治るという目的とは違って、その例えば走りが速いとかちょっと試験によく通るとか、そういうことが問題になった時の介入が多分どこまで許されるか。でその後でちょっと遺伝子編集になってくると、医学とそれから自然のこう境目になるんで、それを後にして、もうどこされるいろんな変わりますよね。ですから私さっき途中でスライドで3枚目ぐらいでしたかね、下の方。3ページ目ですかね、エンハンスメントっていうのは書きましたけど、そちらの方が広い概念なので、ドーピングも含めてエンハンスメントっていうふうに整理した方が話は合うと思いますけど。遺伝子ドーピングいうのが分かりやすいと思います。西川先生が挙げられた例で、もともと赤血球が多い方がいるとすると、その人為的にそういう状態を作り出す技術があったとして、それを使うことはその薬の処方ではないんですけれども、ルール違反ではないかという議論があって、もともとのドーピングはその化学物質を使うものだけだったけれども、その自分の赤血球を増やして赤血球を増やした自分の血液を輸血すると、その科学的な作用とかはあんまりなくて、単にその競技成績が上がるだけっていうような手段もあります。禁止されてるんですか？はい、そうです。だからその手口がいろいろその発達していくに従って、先ほども出ましたけれども、そのいたちごっこ的にこの禁止方法のリストが増えていくということですね。具体的に言うと、例えばエリスロポエチンという物質を打てば赤血球上がりますよね。でところがエリスロポエチンという遺伝子を例えば筋肉に打っとけば、まあ、一定期間赤血球が上がるということは可能なんですね。ですからやっぱりいくらでもあるというふうに思っていただいて議論していただけると結構空想世界の話で議論されたらいいんじゃないですかね。やっぱりじゃないですかね。これは違うとに置いといて。近畿大学細野と申します。いろんな議論ありますけれど、そのドーピングについてやっぱりスポーツのドーピングっていう舞台で話す方が分かりやすくって、そもそも競技成績を向上させるというところがドーピングの目的であったわけで、例えばですね 100m、9秒96で走るか9秒95で走るか、実用的には差はないんだけれども、一番になるかならないかで全然社会的評価は違うわけですし、経済的なメリットも違うわけですし、つまりそこに差を見出してるっていうのはもうルールなんですよね。我々が考えているルールで競技は成り立っていて、そのルール上で勝つかどうかで初めてそこに差異が出てくるわけなんで、ドーピングをすればそれはフェアではないわけで、ルールに違反してるからそこに 0.01 秒早くても何の意味もないということになるんですよね。ですからスポーツのドーピングについてはやっぱりそれはフェアかフェアじゃないか、みんなどう感じるかに依存して、フェアでないものはそれはどんな理由であろうと、それこそ遺伝子改変であろうと、単純な薬物であろうと、禁止方法であろうと、とにかく人が我々社会が、あるいはそのスポーツの競技のコミュニティがフェアでないと思えば、それはもう何ら価値がないものであって、だからドーピングはダメだという結論になると思うんですね。つまりスポーツでもルールそのものなんですよね。実用的な意味ってもう 0.01 秒早かろうがあんまり実用的な意味はないですし、やり投げしてですね、1メートル遠くと棒が飛ばないが、あんまりそこに実用的な意味があるんじゃなくて、意味をつけてるのは社会であり、その競技コミュニティなんですよね。だからこそそのドーピングっていうのはアンフェアで意味がないで、しかもいろんなあり方があるドーピングの中でやっぱりいたちごっこでいろんな方法を考えてるから、やっぱりもうそれ個別に対応しなきゃいけないということなんだと思いますね。で後半の西川先生が言われているような、そのやっぱり遺伝子改変とかっていうこととそのスポーツのドーピングってつながってるところあるけど、結構だいぶ違うような気もします。よろしいですか。私滋賀県立大学の環境科学部というところにおりまして、農学部に近いような活動をしています。で、扱っているのは人の細胞とかはまずなくて、微生物、植物、あるいは実験動物、家畜系なんですね。で、そういうふうな実験をするときには、遺伝子組み換え委員会という学内の施設に申請して書類を作る必要があると。で、その扱ってもいい場所っていうのが、この実験室の中でもう実験しなさいとか、先ほど封じ込めという言葉が出てきましたが、それが厳密に決まっておりまして、そこから持ち出すってことは、非常に煩雑な手続きがいる。それで、実験室の中でもう実験終わったらそこで処分しないといけないっていうふうに基本的になってるんですね。で、それで先ほどの高山先生のスライドの中で、育種と遺伝子組み換え人間が同じくくりであると。で、それで学内の委員会の中でも遺伝子組み換え生物とゲノム編集で作った生物の扱いのカテゴリーを変えてもいいんじゃないかみたいな話が出て、それで非常に私びっくりしまして、これまでの封じ込めのルールをゲノム編集で作った生き物の場合は大幅に変えるのかっていうのを質問したんですね。で、そしたら学内でもちょっとそこまで専門的な話ができる人がいなくて、ちょっとよくわからないことになってるみたいな、返事があったんですが、書類はもうすでに、遺伝子組み換え生物とゲノム編集生物を別に書くようになっているんです。で、それでこの今さっき見せていただいたスライドを見て、それで今の人の遺伝子組み換え人間っていうのを考えたときに、遺伝子組み換え人間が出てきたときに今までのルールを適用すると封じ込めないといけないんですね。で、そんなことをしたらすごい人権侵害になることは明白なんですが、その辺のところはどういうふうに議論されているかっていうのを先生方3人にお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。人間の遺伝子治療の封じ込めに関して言うとですね、これは封じ込めない。ですから例えば骨髄の中に遺伝子を入れたものをいくらでもやって、それからいわゆる動物の封じ込めとは全然違う形で、どう言いますかね、倫理委員会もかなり違うプロセスでやっちゃいますね。ですからただ植物の方の封じ込めももうちょっと先生の方で弱いんじゃないかなと、僕実際それは農作物としてやるんで、ですからまあはっきり先ほどから言ってる科学者とかそれから技術が必要であれば、最初は遺伝子組み換えというのは封じ込めルールで全部対応してきたのをいくらでも変わるという状況をやっぱりどう考えたらいいのかっていう話になるんじゃないかなと思いますね。私は刑法で法律なんですが、クローン技術等規制法を作った時にそのクローンを日本の法律は子宮内にクローン胚を入れることを禁止してて、クローン人間を作ること自体が処罰の対象でないのと、クローン胚を作ること自体も処罰の対象じゃないんですね。でもちろん子宮内に入れないとできませんから結局できないんですけども、その時の議論でその高山さんが書かれてるようになぜダメっていうのが問題になって、でその時に区別しなきゃいけないのは、もしクローン人間ができたらですね、できた人間はこれは完全な個体で完全な個人で完全な人間なんであって、憲法の基本的人権は全部及ぶんですね。だから作ったらダメだということと出来上がったものがどうかということは区別しなきゃいけないというのが基本的な出発点なんですよ。でなぜダメなのかっていうのはまだ難しくて、一卵性双生児は遺伝子同じですので別に禁止してるわけじゃないわけですよね。でその人間の尊厳っていうふうに言っても、これは人類の尊厳なのか個人の尊厳なのかはっきりしない。でどれ取り上げてもですね、本当の規制根拠にはならないですよね。で当時はドリーが早死にしたとかいうのでまだ安全じゃないという議論もあったんですが、それじゃあ安全だったら作っていいのかっていう話になるわけで、でいずれもうまくいかないで、ひょっとすると単に気持ち悪いだけなんじゃないかと、規制根拠はないんじゃないかという議論まであってですね、で結局は、話は戻って結局育種という話になって、人為的にその種を作っていくこと自体がやっぱり許されないんじゃないかという、そこに戻っていくということだと思うんですね。だからやっぱりダメだという話にはなるんですけども、でそれキリスト教でいけないとなると、何がその育種がダメだというその根拠なのかという、その根拠がまた問題になって、そうすると優生学に行くんですね。で結局人類はナチスを経験したわけで、戦後世界はその優生学を否定するところから始まったと思うんですね。世界人権宣言とかいろんなものがですね。でその優生学禁止でうまくいきそうだったのが、今日の話の他の関連で言いますとうまくいかなくなってるのが着床前診断なんですね。で出生前診断、着床前診断と出生前診断とそれと関連するのが中絶問題なんですね。それで日本の刑法は母体保護法というので中絶を許容してるんですけども、そこに胎児条項というのがないんですね。胎児の異常を理由に中絶できるという条項がないのでですね、14条母体保護法の14条なんですが、いわゆる経済条項というので育てるのが大変だということで母体の健康に影響があるという。もう無制限に拡張してですね、で無制限に中絶を許すという状態になっていて、その条項を使うからその胎児が異常な場合にも中絶できるというような議論で通っちゃってるんですね。でまずそんな背景があるので、それから比べれば出生前診断で母体の中の胎児を診断して異常を発見した場合に、これ今どんどん広がっているわけですよね。で安くできるということで、中絶陽性反応が確定すると中絶する人が9割近いということで、これも胎児条項ないのに中絶してるので法律違反なんですね、その状態自体が。で、それから比べれば出生前診断は、じゃない、着床前診断は、これドイツでは着床前の受精卵も生命体なので、人間の尊厳を及ぶというような議論があって、それで結局、着床前診断が許されるのは、産むために使うから許すという、連邦最高裁の判断なんですね。産むために使うので許すと。だから、その代わり、その残りの胚は余剰胚で廃棄しますよね。で、これが使えるかどうかっていうのはさらに問題になって、で、iPS 細胞の議論の時にドイツは結局 iPS 細胞の研究で、ドイツはもっと早い1990年に肺保護法ができてて、そこで生殖以外に肺を使ってはならないという規定を置いてしまったんですね。だから iPS 細胞の研究できないので、で、ただ、それどうしたかというと、イギリスでできた iPS 細胞を輸入して使うのはいいと。ドイツで生産するのはダメだということで、新しい法律作ってですね、で、期限付きでイギリスの iPS 細胞を輸入してたんですよ。で、そこに出てきたのが iPS 細胞で、これは受精卵使わないので、もう夢の細胞なんですよね。世界中でキリスト教の息がかかったところはみんな大喜びしたと思うんですよ。さっき脈絡なしとりあえず意見を言ってもらうというのもいいんじゃないか。すみません、私の質問は先ほど細野先生がおっしゃったこととの関連なんですけれども、西川先生はドーピングを否定する唯一の理由は安全性しかないということをおっしゃったんですけれども、伏木先生は安全性、公正性、強制性、その3つの要素が必要であるというふうにおっしゃって、高山先生は自分を傷つけるのは犯罪でないということを県を大前提を話していたわけなんですけれども、私のやってるのは学問は共同秩序があるっていうことを言うために最近考えてるのがスポーツを考えてて、スポーツではルールがあるだろう、だからカルテ経済競争にも秩序があるんだっていうことを言って、戦後そういうものが出てきたわけなんですけれども、だから今度は話で、この前捏造の話も出たわけなんですけども、何らかの共同秩序っていうのが先にあって、そこからいろんな問題が発生してくるんではないかなっていうのが前々回と今回の見た私の感想です。他どうぞどんどん。先ほど質問の時に言ったつもりなんですけど、あまり伝わってないみたいなんでもう一回言いますけども、現在の生殖医療について、いろいろありますけど、人工授精、体外受精とかありますけども、そういう技術、人工的な技術を使って生まれた子どもたちの人権問題ですね、非常に難しいところだと思うんですが、一切公開されてないんですよ。で、風説って言われたら風説なんですけども、体外受精で生まれた子どもたちの幸福度、将来のどうなったか、精神的にどうなったかで、何か感染にどうなったかとか、そういうデータ一切出てないんです。出てます。論文はイギリスはね、完璧にオープンにしてですね、もちろん不明ですが論文たくさんあります。あ、そうですか。日本では出てないんですよ。それでね、日本。ちょっと僕も自信ないですね。要するにね、ちゃんと要するにイギリスの場合はナイスがきちっとコントロールしてますから、うん、でデータが言ったらおかしいですけど、やっぱりきちっとあるんですね。ですから一番最初の彼女から全部あります。ところが日本の場合はもう野放しですから、はい、はっきり言うと先生もご存知一般病院の治療成績ですらええ加減なんですよね。僕はやっぱり今おっしゃるように公開、全てを公開する、で公開のテクノロジーはありますけども、やっぱりそれと安全性の問題、この2点しかやっぱりなかなか焦点はないだろう。例えばクローンにしても倫理委員会でやっぱりいっぱい議論したのは何をやるかっていうことを、徹底的に見せてもらうと。クローン技術の研究もですね。でそこで必ず出てくるのは、いやクレイジーサイエンティストがどっかにおって隠れてやるぞっていう話は出るんですけど、これはもう無視しないと仕方がないなっていうスタンスで、やはりディスクロージャーをどんだけ研究に、あるいは今先生おっしゃるように生殖補助医療に関してもやっぱり把握をするという形のディスクロージャーしか僕はやりようがないと思うんですね。安藤さんという国際司法裁判所の裁判官の方と議論したんですけども、生殖医療に関しては各国別の法律を守って、それが規制がない国に行ってやるっていうことを禁止すべきじゃないかと提案したんですよ。だから彼はそれ不可能だって言うんです。なぜかというと、アイルランドでは婦女暴行、レイプで生まれた子供も中絶できない。だからみんなイギリスに行って中絶してると、それも禁止することになるという方のことを反論されたんですけどね。日本の場合に先ほど言った、まあ、イギリスの場合ちょっと質問します。私知らなかったんで、公開されてるって言われましたけども、例えば20年間ぐらいの追跡調査されてます？何編か論文持ってます。いくらでも遅れますけど、やられてます。あ、そうですか。20年どころの話じゃないです。ずっと修正。もうほとんどどうですかね。イギリスの場合は GP システムで。皆さんが初診で入るとほとんどまずコンピューターに乗りますから、後でまあアメリカで治療を受けられたら分かりませんけれども、それ以外は全部追跡できます。一番問題あるのはね、ちょっとお名前今どうさせて出てこないんですけども、多分皆さんご存知だと思うんですけど、男性のその倫理委員会の審問委員会をどうするかっていうもともと法学者でその問題やってる方と話した時に、その方が言うにはですね、そういうことをやれば小学校、中学校、高校とかでね、あいつはあれで生まれたとかね、そういう子供に対する差別が出てくると。だからそういう調査は日本では不可能だというようなことを言われたんですよ。で原理的に不可能だったら私はやるべきでないと、公開が不可能なものをね、そういうふうに言ったんですけど、まあ、彼自身は非常に厳密に考えて許可する方向で考えてるみたいですけども、人工授精に関してですよ、遺伝子デザインじゃなくて言われてましたけどね。他のどうでしょうか。高山さん何かありますか。今ちょっと高橋先生からのご意見がありましたんで、日本で考えた場合は私も公正競争モデルが一番使いやすいかなと思ってるんですけど、その前に問題になったのがですね、全部民間団体がやってることなんですね。で、ルール違反ですと、例えば日本であれば独禁法とか不正競争防止法とか、あるいは詐欺罪とかですね、その個別の領域でもって財産的な利益が保護されているというパターンが多くて、スポーツのドーピングだけを特出しして罰則まで今できるかっていうと、それはちょっと難しいんじゃないか。例えば覚醒剤を使用して国立大学の入学試験に臨みましたっていうのは、まあ公正な競争に反してるわけですけれども、覚醒剤取締法での処罰しかできないですよね。そういうふうに非常に断片的な規制しかないところに、いきなりスポーツのドーピングでのドーピング罪を設けるっていうのはちょっと難しいという判断に達して、まあ一般的な規定を使って、あとは新しく行政的なコントロールを強めるという解決になりました。はい。それは今まとめると、基本的にはさっきおっしゃったようにルール、例えばある競技でそのルールの中にドーピング薬物をずっとつないでいって、それをアグリーして参加する人だけは参加してくださいと。でそれ以外に関してはまあ日進月歩どんどん出てくるだろうから、ケースバイケースで考えていくのがまあ正しいですよというふうに考えていいですね。他どうでしょうか。まあスポーツのドーピングはまあはっきり言うと株式会社の競争と同じような形でやっていける可能性は僕も高いなっていうふうには思いますけれども、例えば医療になってくるとそこから若干変わるんですね。ですからまあちょっと今、もうちょっと広げて今いろんな、デザイナーベイビーは別としてもやっぱり僕らも遺伝子の突然変異を持っておられるお母さんで息子さん娘さんやらがやっぱもう明らかに突然変異になった時にやっぱり今先生おっしゃったように一つは着床前診断で正しい方を選びなさいと、まあ、はっきり言います。それからやれる場合はですね、それからもう一つの場合はやっぱりどう言いますかね、ソマティックなというか体細胞で治るかどうかで、そのためにはやはりしっかりと遺伝子の診断をした方がいいですよっていう話しかやっぱりできないですね。でそこに遺伝子編集が入ってきた時に、じゃあこれは子々孫々その遺伝子が変わることが分かっていて、確実に治るんなら僕はやっぱりオープンにして、それこそディスクローズしてケースバイケースで僕自身はやっぱりやるというところにいつか来るような気がしますね。西川先生のケースバイケースという考えに非常に賛成なもんですから、その哲学の方から発言するとまた議論がうんと後戻りするかぶっ飛ぶか分かりませんけれども、哲学って言うと分かったことは分からないようにする学問でしてねそれでね、どうしてケースバイケースという考えは私自身も多少の哲学の背景を持って申し上げますとね、まずこの議論、それからご出席の皆様はお医者さんと法律の先生がもう過半数を占めていると思うんですね。で法律と医学非常に密接に結びつくと同時に、その議論の中で例えば遺伝子操作というふうなものが、まあ、国際会議で何々をルールを作ろうというような話を伏木先生から伺って面白いなと思ったんですが、同時に日本ではこうだけどイギリスではこうだっていう違いがありますでしょ。でそもそも一般的なルールというのが今度は哲学的なレベルであり得るかあるいはあるべきかという議論もあるんですよ。で例えばこれ高山先生の優生主義が許されない理由という時に人類の存続のためという見出しがありますね。プラトンが理想的国家というのを論じるわけなんですよ。でその理想国家の条件は何かという時は、優秀な男と優秀な女を掛け合わせることであると、戦闘で体の肉体的にも精神的にも優秀な男と、それからまあ女性性として優れた女性と掛け合わせて、あとは要するに奪わせでいいという思想ですね。もう端的なもんです。それはそういうのは一般化していいのかどうか、プラトンもそれを一般化せようと今日でも言うかどうかそれはよく分かりませんけれども、例えばイギリスと日本では議論が違うと。それからもっと極端な例を言いますとね、先ほど宗教の話がちょっと出ましたけれども、キリスト教では何時の敵を許せと、イスラムのこの間、先月、イランに呼ばれまして、私、イランに一回呼ばれたから、もうアメリカに行けないのかなと、今、思ってるところなんですけれども、コーランっていうのがありますね。コーランの中ではっきり書いてありますけどね、目には目を、歯には歯を、これは神の掟であると。この復讐をしない者は神に背く罰であると。こうなりますとね、キリスト教とイスラムに共通の、寛容の精神とか愛の精神とかって言った途端に宗教戦争になってしまうわけです。で、そこで問題は先ほど申し上げた、普遍的な一般的な議論状況、理想的な議論状況と先ほど申しましたけれども、ハベマスもどっか普遍主義の傾向があるんですよね。で、私は、プラグマティズムの意味を、重視する方なんですけれども、そこからすると、ケースバイケースということと結局同じになるんですけれども、これも哲学の援用しますとね、ビトゲンシュタインという人が、ゲームっていうのは何かと。で、一般的なゲームっていうのは存在しないと。ゲームの規則っていうのは一般的な規則が存在しないと。ゲームの、これはゲーム理論になりますけれども、それぞれのゲームにルールを作って、そのルールごとにゲームが成立するという考えなんです。じゃあ単なる相対主義かということになりますけれども、もちろん今度は相対的なものと相対的なものと、例えばイスラム世界とキリスト教世界がぶつかり合うというふうなところで、その時にケースバイケースという言葉はものすごい重みを持ってくると思うんですね。だから、今、法律、医学は多分サイエンスだから、基本的には同じ普遍的なものを持ってると思うんですね。しかし法律となると、これ各国の文化に応じたものがありますよね。だから法律と、医学の組み合わせそのものがすでに、ケースバイケースを前提しなきゃ成立しないっていうふうに思いました。一つだけ、僕、それに付け加えるというの、その、いわゆる、例えばウィリアム・ジェームスとか、それから、それこそイギリスの経験論のケースバイケースに加えてですね、今は完全にディスクローズして、それをトラックできるシステム。例えば今、貨幣なんかでブロックチェーンって言われてるような技術がそれについてきてるので、やっぱりその今までのケースバイケースをさらにその、もっと違ったものに持っていけるん違うかなっていう、一般にそういう感覚を話をしてる。私もそれでも賛成で、もうちょっと付け加えることありますけど、これちょっと哲学の議論で、ある種の構造主義の、いわゆるポスト構造主義の構造じゃなくて、もっとこうなんていうか分節を重ねた構造主義っていうのがありますけれどね、単なる相対主義でもなく、単なる普遍主義でもない。で、例えばトラックでこう移転させるという時の移転っていうふうなこともね、今のこの宇宙行動、先ほど先生がおっしゃったと思いますけど、閉じた組織あるいは構造あるいは分子、そういったものはなくて、必ず一つの分子レベルでも、それから原子レベルでも、それから素粒子レベルでも、それだけので存在するというのがありませんから、そうすると一つの、広い意味で一つのものとものとの間のある種の等価性っていうか、ドゥルヒレッシーって言いますかね、等価性みたいな構造があると思うんですね。もう敵と味方の間でも、敵と味方っていう関係自体がある種の敵と味方という関係を作りますから、その等価性なんていうところに踏み込んでいくと、ケースバイケースの理論が哲学的にも非常にいい面があるっていうのは、哲学一般なんですけど。結構議論があると思うんですけど、もうあと15分しかなくなっちゃったので、これせっかく懇親会に来られない方もおられるんですけど、懇親会もですね、このままの延長にして、今までだと懇親会はですね、なんとなく飲むというパターンになってしまっていたんですが、マイクは1個か2個ありますから、ぜひこのまま、そのまま私も申し上げようと思ったんですけれども、ぜひそういう議論を継続させていただきたいというふうに思いますので、一杯入ると少し変わってくるかもしれませんけれども、よろしくお願いをいたします。それじゃあ6時から懇親会ということですので、よろしくお願いします。